ただいま。おかえりなさい。はい、脱弾枠かな。はまりました。あらら。苦しいてない。おかえりなさい。招待来てました。あ、よかったよかったよかった。助けに行こうとしたら、怒られて大変だ、ショー。よかった。変なと降参でくたせ。あ、見えました。よかったです。見えましたか。脱弾。で、このシャドウコリドーも設定する。適当に。チャンピオン見においでよ。そう、見に行きたい。ちょっと待って。アスヤンの？あ？なんか重いな。でも重くて世界に入れなかったです。あらら。晩飯テロップにしとけば。晩飯テロップって見やかねえでしょうよ。重くて入れなかったか。マジか。チャンピオン見たいね。わ、このとこから復活すんの？え？適当とはなんやねん。今日の晩飯なんだったんですか？適当別にいいでしょうよ。寝た方がいいんだよね。お？寝た方がいい、寝た方がいい、そう。夜は寝た方がいい。夜は寝た方がいいよ。ちょっと待ってね、俺も寝るから。うちの方にあるよ。俺も寝るからちょっと待って。晩飯は何だった？晩飯は再試行します。晩飯はなんだっけ？晩飯はなんだっけ晩飯。やべ、忘れてる。寿司。寿司じゃない。チキン。それ昨日、それ昨日。チキンステーキ。あ、それ。わらわらわら。しかも冷凍のね。チキンで生姜。冷凍。チキンライス。どうしよう、私が寝れないところにいる。マック。寝れないと、え、私寝れないところにいるの？あら。やっぱり僕はチキンライスでいいや。空気読んで足りやがった。食ってねえや。え、やば。冷凍チキン。それやばいね。チャンピオン見たい、チャンピオン。食べないと。チャンピオン見せる。食べなさい。夜飯食ってないでやばい。あ、だからあれどうだった？結果大会。カエデちゃん見てたんでしょ？エイペックス。お蕎麦茹でよ。誰優勝した？見てたよ。誰優勝した？一回落ちたんだけど、道具なしで洞窟にはまりました。本当にごめんなさい。人増えてわちゃわちゃしていいね。いいね。もうこう立ち勝ったかな。メンディーが気になる。明日もあるけど、天月チームが2回チャンピオン取った。あれ、それ、誰だっけ？聞いといてなんだけど。誰だっけそれ。3回戦やって誰がいるんだ。最後メンディーのチーム勝ったよ。メンディーのチーム誰だっけ。やべ。わらわらわら。調べよう。洞窟あるあるだよ。なんて調べられてるんだっけ。何回くらいやった。なんて調べられてるんだ。メンディーピカ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 。天月チームは天月と正幸ともう一人で全員プレデター。やば。そんなの当たり前じゃん。優勝すんの。どうしたえ、チャンピオンどこだ。メンディーは渋春とかもいる。チャンピオンどこなんだろう。関口メンディーじゃないだっけ。あ、関口メンディーか。襲われてるよチャンピオン。ロゴかな。チャンピオンのロゴどこにあるんだろう。あのメンディーなのか。関口メンディーでしょ。メンディーうまかったよ。メンディーといえば関口。それじゃないの？敵口メンディーでしょ。大工さん教えてくれ場所。大工さん場所教えてくれ。メンディーはあったことあるの？チャンピオンの場所教えてくれ。チャンピオン本人なの。わからない。何してもらえないな。知らない。オーケー。メンディークリプト使ってた。わかんないって。ダメンディー。メンディー。私もマイクラログインする。本人だよ。してくれ。うちの方だよ。うちの方。コルトネさんってどこだっけ？メンディーは髪型が最高すぎるから雪や君もあれになってギャマトブオフィスの方。コンブがコロナに見えたわ。やば。めっちゃコンブがコロナに見えた。もうこう初めて1週間くらいだけど普通にモノ君よりうまかった。あー、なんかセンスあるって言われてたもんね。おう、バグった脳みそ。脳。いや、やっぱね、あのゲーム、あの手のゲームはやっぱセンス大事だからね。
やっぱ俺はセンスないと思うよ、多分割と。頑張るけど。ラスティだって。ラスティス。これ上から見てえな。すげえ。センスで片付けるところが一番センスない。おう。すいません。わら。ラスティス。いや、俺も上手くなりたいよ。頑張ってるよ。モノモノカエデちゃん TV のチャンネル登録よろしく、ね、言うてまあやれてないけど最近あったわらわらわらあれだわらわら俺も上手くなりたいよ頑張ってるよ、うん、おーおーちょっといろんなゲームやりすぎなんだよねまたねすげえ、うん、あったなすごいチャンピオンすごいこれはめちゃチャンピオンだめっちゃチャンピオンじゃんまあチームが業界屈指の先生だったところもあるかわいい。ありがちゃん。あれからかわいいよね。犬、なんだっけ犬。一個に絞らないとこすごいよね。いや、ひどいよね。シューポイ。ひどい、あんまり。すごい、チャンピオンだ。あ、鳥がある。テミ。ティミだっけ。スモモさんって人だけど、加藤純一も絶賛してたから、今度見てみ。へぇー。スモモさんっていう人が、うまいってこと？これすごいね。もう鳥山見たくないけどね。さっき来ちゃったの。すっごく優しく教えてた。へぇ。わらわらわら。これ何があるんだろう。一番優しい。モノモノトラウマ T V のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー、音符。トラウマ TV。トラウマもう鳥トラウマだわマジであ、あ、ありがとうあれ全然取れない取れ取れたすごいこれペットトラウマにこれペットかなすごいねついてくんだすげえペットだいいね俺もあれくらいうまかったらモノくんもっと上達するのにそうだよ楓ちゃんもっと上手くなってくれよ高みに行ってくれそして俺に教えてくれ担任任せひどいあれくらいあれくらいって分かんないああもう兵法いるわらわらわらかわいいめちゃくちゃ上手くなって俺に教えてくれ相変わらず姫プだなもうこの時点で上手くなろうとしてないよね俺人に頼るの得意だもん兵法すげえすごいね兵法俺は甘えるの得意だから人に甘えるの得意だからかわいい兄弟の一番下はね甘えるの上手だからのチャンネル登録よろしくねもう愛想末っ子はね甘えるの上手だからかわいいドット経過はエイムとセンスのせいにするのをまずやめよう甘え上手な意気はエイムはだって自分のせいじゃん自分のせいだもんエイムはあれじゃない別にその割には不器用だけど末っ子は甘えれるのかピノちゃんがヘルプ出してるよいいっしょいいっしょピノさんどうしたのどうしたピノピノさんどうしていくかどこにいんだピノピノさんはハマりましたん救ってあげてどこ大福さんここぞとばかりに立ち回りが良ければエイム必要ないそう、って言うけどさ、エイムも大事でしょ立ち回りね、まあ、立ち回りはね、俺マジ、ゴミなのは分かってる。うん。めっちゃ車線にいるっていうのはね、分かってる。スプラも、ペクスも立ち回りよ。確かに、確かに、確かに。マックあるね。マックあるどうえマックあるマックなんかあるどうなったマックえわかんなかったよあポテトポテトにゃん大事だけどエイムのせいにしてたらマジで一生上達しないから冗談でもエイムのせいって言わないでくれ気のせいかあ言っちゃダメなのポテトじゃなかったわら難しいな
楓ちゃんと会話するの難しいな。いや、なんて言えばいいのじゃ。今のは俺が悪かったわ。余地がないじゃん。わらわらわら。俺が悪かったって言えばいいか。じゃ今のは俺が悪かったごめんって言うようにするわ。単純に。なんでって言われたら、いや、特に理由はない。特に理由はない。俺が悪かったごめん。ってだけ言うわ。めんどくせえ。お前だよ、めんどくさいの。別にいいじゃないか、M のせいにしちゃって。しっかりしなさいな。そこでエイムで思考停止するのがダメ。いや、してないよ。エイム悪いからしょうがないってことにすんなってことやないの。ピノさんどうなんでも、エイムが悪いのはしょうがないわけじゃないからね。エイムは、こう自分でこうちゃんと、なんだ、エイムよくしなかったのがいけないって思うからね。俺は。エイムが悪いのも立派な自分のせいだと思うけどな。そういうことじゃないの。で、あれだ、ごめん。ピノピノさんどこだ？お、ミョンコさんどうもー。どうも、よかったよかった。来れたね。ピノピノさんどこにいるの？最低限で来てれば立ち回り覚えれば上手くなるよってことや。そう、立ち回りはね、全然。そう、ごめん、ちょっと待って。言い方のニュアンスで伝わり方変わる。ここの話一旦やめ、一旦やめ。悪いけど、この話一旦やめ。地下だってよ。地下ね。おつみおんこさん、どこに、どこにいんだ？地下にいます。多分あれじゃない？座標をちゃんと、座標なんて書いてあるか言えばいいんじゃない？座標をコメントしてくれば多分分かる人、多分パッていけると思うから。数字2桁を3つ言ってくれれば。左上に書いてある数字を教えていただければ迎えます。お、151ピリオド2ピリオド16。お、座標左に出てるよ。151。すいません。結構こっちだね。説明しよう。雪や配置のことしかできないのである。うるさいよ。地下迷うのよね。地下迷うの、あ、そうなんだ。151。へへ。151、ここだ。ここの2。大徳対波の力が欲しい。2。ここか？私も最初それで死にまくった。ここじゃない？話戻るけど、俺のダメなところとか立ち回りどんどん口出ししてほしいけどね。カエルちゃんが悪いところ俺ないと思う。カエルちゃん悪いと思ったことないもん俺。大体俺のせいで今がでっかんね。うちに来た。だから楓ちゃんもっと上手い人でやった方がいいんだから。まあやってるか。上手い人でやってるか。俺がなんか言える場合じゃないでしょ。さすがに。俺はモノ君とやりてえんだ。ありがたいよ。それはありがたいよ。だからこれからもお願いします。そこはね。そこはちょっとお願いします。え、どこ？え、この辺じゃないの？素直だね。素直だよ、僕は。僕はめちゃくちゃ素直だよ。負けるってことはダメなところがあるってことだし、戦わなくていいんじゃないかとか言ってほしい。真下ですね。ああ、でもまあ飛行とかはまあ、あれかな。飛行とかは、よく言ったりするけどね、俺。ひねくれてなかったっけ？え？いや、自分でもちゃんとね、ひねくれてる自分を直そうと考えて生きてるんですよ、人間ってのは。なんか良いことあったんか？え？なんか良いこと？別に良いことないよ。え、どこ？これ。え、全然わかんないんだけど。白と黒と灰色の岩です。お、女で来たか？ピノーさん、できるだけ地上に上がることはできますか？女できると良くなるんだよ。反省するの偉いのだ。
いや、発掘はされてる。反省はしてないけどね。もうピノさん見捨てようぜ。やめろ、そういうこと言うな。それが一番良くないわ。いや、ここだと思うんだけど違うの？どこにいんの？マジわかんねえんだけど。反省してないのかよ。しますよ、してますよ。この辺としか思えないんだけど。はい、で、します。しますよ。ピノピノさん見捨てるのも、エイムのせいにするのも、それが一番良くない。いや、見捨ててないから。草地のエレベーターから降りて、そこから発掘されたところを歩いてたら。草地のエレベーター。カエデちゃんわら。草地のエレベーター。わらわらわら。草地のエレベーターどこ？失礼。エレベーターって何？エレベーターなくねえと思う。何かください。ギターの前あたり。あ、結構あれだね。死んでみたら？いや、死んじゃったらだってあれでしょ？アイテム失っちゃうでしょ？ギターの前あたり。あるから、どなたかが発掘はしてると思います。あ、俺が落ちたとこじゃねえの？さっき。わかった。俺落ちた男じゃない？俺落ちたもんね。アイテム持ってから回収したらええ。ああ、まあまあね。この辺怪しいな。ハマっちゃって死ね。そう。ハマっちゃって死ね。ハマると起きれないのか、これ。死ねない。死ねない。でも回収しに行く場所がわからないから。なるほど。だからね、さっき俺この辺で落ちたんだよね。土ブロックで上登れない？ああ、なるほど。早くしないと夜になっちゃう。いや、もう夜はどうしようもない。こういう時はしょうがないよ。ジャンプしながら足元に置く。いや、この辺じゃねえかな。この辺な気がするんだよな、俺。違うかな。このが、夕暮れだ。小野くんいたよ。いや、俺この辺だと思うんだけどな、違うかな。簡単譜、来ました。小野くんいた？ここか。ここか。見つかった。やっぱりここか。ここだわ。みんなー、ここだー。いるか。ここだ、ここ。小野くんが目離すからピノピノさん迷子になるんだよ。なんで俺のせいなんだよ。いや、多分ここな気がした。見つけたよ。お、見つけた、よかった。いつもそばにいてあげないと。僕の地下部屋です。片時も離れないであげて。全然違うじゃん。それどこだろう。大福さん、ありがとうございます。で、話しちゃダメだよ。どういうあれだよ。全然違うじゃん。全然予想と違ったわ。あ、いたいた。あれ？これじゃねえや。あれ、この人だっけ？あれ？ピノピノさんってなんだっけ？アカウント。救世主にならなかったか。ピノピノさんってなんて名前だっけ？ピノピノさん、豚叩いてもっかい落とそうぜ。ひでえな。まあ、とりあえずよかった。じゃあ、無事にピノピノさん見つかったということで、私は抜けまーす。セーブして終了します。大丈夫だよね、抜けて。待って、あの犬見して。え？どれ犬？犬？ミョンコヘルス。待たなくていいよ。イエーイのやつ。イエーイのやつ。あ、これ？これ犬じゃないけど。待たなくていいよ。すごいね。地球さんに対してなんか恨みでもあるのかな。T
テミじゃなくてウザイ犬だった。ウザイ犬、あーあーあー、なるほど。ヘルプってめちゃくちゃある。え、見して。めちゃくちゃあるの。な、何を。あ、ウザイ犬か。パッ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 。何介護施設って。すやすや、いつからこの星は老人ホームになったんだ。なってないよ。老人ホーム TV。 うるせえバカ。誰がニャンとフフンが聞こえる。ニャンとフフンが聞こえるね。何分起きなのバカ。誰、何分起きなんだろう、わかんない。ミョンコさんどうしたのかな、わからん。トラブル続きだな、マジで。猫うるせえ、殺そう。やめろ。猫絶対好きだろ、カエデちゃん絶対好きだよ。もう56砂殺すな。どういたしまして。絶対猫好きだよ。犬か猫かって言ったら多分絶対猫派でしょ。なんとなくわかるもん。発言が怖い。え、発言が怖い。犬。あれ、すいません、意外だった。あれ、犬猫派かと思った。失礼しました。猫。犬派だったわら。で、絶対猫派だと思ったよ。違ったわら。モノ君も犬派でも猫も好き。いや、俺どっちも好き。もうどっちも大好き。うん、犬も猫も最高だよ。でも殺そう。なんで。へえ、どっちも大好きだね。猫元気かな。やめろやめろ。飼ってた猫元気かな。やめろ、それが一番聞きたくない。それが一番聞きたくないわ。ああ、わらわらわら。両方買ったけど、違った可愛さがあるよな。ある。あるある。わらわら。一番来るねわら。わらわらわら。きっと、向こうで元気にしてるよ。そうね、元気にしてると思いますよ、きっと。大丈夫かね。大丈夫、大丈夫、それは大丈夫でしょ。モノモノ聞いちゃった TV のチャンネル登録してね。いやーね、パトはパトはめちゃくちゃ可愛かったからね。さっきカエデちゃんに容赦なく犬殺されたわ。最悪。猫絶対大事にしような。めちゃ人懐っこいイメージ可愛かったね。パトはめちゃくちゃ可愛かった。あれは最高だった、あの子は。ひどいな、俺が殺すわけない。チャトラ可愛いね。たまにシャメとかもらわんの。もらわないよ。大福さん本当にありがとうございました。あ、よかったよかった。連れて帰れなかったのなく。いやだってそれは俺のあれじゃないもん。殺されてたりして。殺人鬼じゃねえか、帰ってきた。会いたいと思わないの。いや思うけど叶わないよ。無理無理。いなくなってるのみんな楓ちゃんじゃね。馬、見つかりましたか。まあ、実際問題多分カエデちゃん何もやってないと思うけどね。コルテドさんの馬はとっくの昔に屠殺したよ。最悪だわ。やば。ええ。いや、多分冗談だと思うけどね。俺は。普通に。普通にマジで。あれカエデちゃんそんな人だった嘘。カエデちゃんはそんな人じゃないよ。ハマったのは私が悪いんですが、モノ君が寝始めた時はモノ君に絶望しました。じゃあとりあえず一旦寝なきゃダメじゃんだって。ミュートしたい事実。わらわらわら。カエデちゃんは多分破壊を目論んでるね、多分。実は。やばい、ずっとモノオ君たちの声が聞こえないと思ってたらイヤホンしてなかった件について。
うん、それはやばいね。高い紙。それはやばいわ。でも、マジに言うと、ナさんが言ってた犬は確かに、俺。なんで？高い紙か。あ、攻撃してたから？それ以外は知らん。マイクラは攻撃されたからかな。関係を悪化させるゲームだったのか。まあ一回契約になりましたからね。実際問題。あ、ミョンコさん寝れますか、ね、修復できたけど、俺のせいで。ね。みんな寝ないの。自分にビッグシータは。俺のせいで一回人間関係悪化しましたよね。あら。ね。ミョンコさんどこにいましたか。ユキヤ、君ごめんなさいして。すいません、ごめんなさい。ミョンコさんが。よかったね。モノ君起きて、はい。土下座して。起きて。ここになるのはどういうことだ。モノ君起きて。またみんなで喧嘩しようぜ。ナンバーファイブ、ここ。喧嘩はしない。殺されたから、三発殴ったら殴り返して切り上がった。寝れないらしい。ああ、うちの猫。ココシャネル。あ、そうなんだ。ココシャネルか。大佐の猫ちゃんだ。犬は作れんのか。わからん。モック作りてえな。めっちゃ強い槍でぶん殴ったわ。やめろ、バカ誰が。バカ変えて。前に見せてもらったのを忘れたのかわら。前に見せてもらった。あれ、そうだっけ。カエデちゃんだけは許さん。なあさんが本領発揮しちゃうわ。やめろや。ほんとに。ダメだぞ、女性を怒らしちゃ。おう、喧嘩かい。ダメだよ。俺は核を保有してるぞ。お前はフォールアウトじゃねえんだからやめろ。ほんとに。フォールアウトやるんだからやめろ。ね、核保有してるだ。今日でマイクラ解散か。喧嘩しんよぜ。何もやってねえけど。おい、俺の企画どうなった。いいぜじゃねえ、バカ野郎。モノモノ大乱闘 TV のチャンネル登録よろしくね。あ、一旦抜けた。はい、了解。一旦抜けた。めんどくせえな、マジで。めんどくせえ。モノ君を見習おう。めんどくせえ、マイクラワールドだな、まったく。めんどくせえマイクラワールドだわ。まあ楽しいわ。どっちがたくさんモノくんちに TNT 置けるか勝負な。クソが。ここの世界だけ人間見てるんやな。普通にあれだわ。わらわら。巻き込むな。わら。マジで。難しい。巻き込むな、このクソが。モノモノ土星論 TV のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー音符。カンサビさんの家のベッド借りました。お、おい、全員巻き込むぞ。巻き込むな。誰か私を攻撃してます。してないだろう。されてもいいだろう。おう、なんならされてもいいだろう。俺なんか毎回死んでるわ。アイテム持ってねえわ。魚しか持ってねえわ。まったく調理した魚しか持ってねえわ。攻撃ゲームだったのか。俺の気持ち考えたことあるか。わはは。俺の気持ち考えたことあるか。このワールドに来て十数秒でお前全部なかったんだ。毎回死んでるわ。わら、うん、モノ君の装備一階のボックスに入れたよ。ああ、ありがとう、ありがとう。モノモノユキヤの気持ち TV のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー音符。常にお前月しか持ってんだ俺。月と魚。スケルトンがいたね。あ、いた。で、まあこれもういいんだよね。もう言うたら。これそろそろ終わっていいっすか。終わっていいっすか。常日頃から土を持ち歩いてるもんね。うん、あ、うざい犬か。はいはい。うざい犬見して。はいはい。装備が品薄。全員これたんすか。全員これたんじゃない。犬か。犬ね。犬どこだっけ。この辺だ。ここちゃん、私のこと忘れちゃった。9。終わるなら終わります。わらわらわら。
ペットありがとうございます。あれどうやって忘れることはあるんだ。忘れることある、ある、あるよ。俺忘れてばっかだよ。一日寝たら忘れるから。嫌なこともいいこともすべて忘れる。猫は気まぐれだにゃ。毎日マージャンで毎日あのココちゃんのことだよ。マージャンで楓ちゃんボコしたい。おお、いいね。やろう、やろうか、やろうか。楓ちゃん MJ 大丈夫この後。変なとこだけポジティブなの謎よね。変なとこだけ、まあそうだね、変なとこだけポジティブだね。普通になさんの画面盗み見ながらやるけど、やめろ。マジで許さん。それ普通にチョンボじゃねえの。チョンボ、スーパーチョンボ。スーパー、あれどこだ、犬、犬どこだっけ。トールマンで決着か。モノ君大がしゃぎするから気をつけてください。いやいや、言わない言わない。まあ、今日はあの控えめにやるよ。鉄マンはしない。鉄マンはしないよ。あれ待って、昨日はやばかった。昨日はやばかった、ね、今日は来るに。今日は来るに。トールマンはロタ。昨日おはし、昨日大はしゃぎしたの。おしゃぎしたね。もう勝手止まってね、俺。酔っ払ってきたわ。あれ、どこだ、犬。犬、ごめん。犬の場所教えてくれ。ハーレムとかはしゃぎよって。ああ、それはね。どこ行っただろう。いつも定期。ハーレムはら。昨日、麻雀見てに落ちてたんだけど、荒らしたの。荒らしてないよ。アホだな、わら。あと、俺以外全員女性だったからね。それはハーレムでしょ。ハーレムマージャンだったよ。2勝くらいしたのかな。 2、3勝して、で、地球さんが1勝したかな。あれ悔しかったな。あれマジ犬どこだろう。犬教えてけろ。みんな雑魚だからな。やけに調子良かったものをくん。いや、よし、よし。いや、あれはね、ハイパー良かった。女子にも容赦ないのかよ。いやいや、さすがにさ。さすがに、いや、嫌でしょ。音符。たまたま。モノくん強かった。いや、ハイパーがめっちゃ良かった。ハイパーがマジで良かった。うん。まあ、あれはハイパーだね。地球さんに上がった。あれはハイパーだったね。あれ犬どこだ。忘れた。忘れんな。あ、でもこの辺のはず。競馬場が近かったはず。この辺かな多分。犬、あ、ここだここだ。あったあった。はい、これね。うん、かわいい。これね。いた。いたいた。犬。はい、止まって。うん。かわいい。犬かわ。かわいい。止まったけど。かわいい。なんかあんのかな。ここの犬と平方いいね。いいね。オッケー、ありがとうございました。なんだろう。何が突然の犬。作ってくれた人ありがとう。いやー、これね、いいよね。うざい犬って言うけど、全然うざくないからね。いやー、アンダーテールのキャラはみんなうざくない。これどっかで見たことある犬やな。うん、アンダーテールよ、アンダーテール。誰作ったんだろう。アンダーテールの犬。よし、じゃあ終わりにしますね。じゃあ麻雀やろうか。宝物みんなありがとう。どうぞどうぞ。ソフト終わる。アンダーテールか。そう、アンダーテール。切り替え早。88万5888。切り替え早って何だ。アンダーテール。ありがとうございました。そうそうそう、ありがとうございます。 MJ やりたい。 MJ やりたい、 OK。 ただそしたらどうしよう。とりあえずナーさんとカエデちゃんはちょっとマストで行きたいから、ナーさんとカエデちゃんはマストで行きたいので、
まあ、順番かな。うん、順番で行った方がいいのかな。アンダーテールやってるの見たくない。最初様子見。あ、ありがとう。じゃあ地球さん一瞬見ててください。いや、じゃあ空いた時に順番子にしよう。はいはいよ。いいぜ、決着つけよう。何人いれんの。4人だよ4人。麻雀は4人だよ、決まってるよ。麻雀は決まってます。4人しか入らない。ドン、プライベート戦。俺が負けたら犬殺してごめんなさいするけど、俺が勝ったら犬殺されてごめんなさいしてね。うそ。お先に失礼します。カエデちゃんだけは許せないので。マージャン来た。うんと、わら、ルームの再作成。因縁の対決来た。これでいいかな。ワクワク。コントロールタブ、コントロールタブじゃねえや。それは意味がわからないわ。ラナさん頑張わら。あれ、ちなみに企画に必要なものとかなんか決まっています。それで済むと思うなよ。因縁。雪屋をおぼこしてわら。物、物って名前で。よし、物って名前であるんで探してください。ちなみに企画に必要なものとか何か決まってます？ごめん、それがね、決まってないです。ごめんなさい。最初地球さんどうぞ。とりあえず音符ブロックを作る上でどう、何が必要なのかちょっとまず俺から勉強するんで、そこの時間をいただけたら。モノ君やってみてからね。そうそうそう、ごめんね。ちょっとなるべく早めにやるから。なるほど、準備だけしておきます。ありがとうございます。一応そのまあいけたらでいいんだけど、ドラム、まあドラムね、まあまあメロディー、メロディーだけ、メロディーだから入ります。あ、全然全然そんな気にしない。頑張り。うん、音符ブロックに必要な素材を集めておけばいいのかな。なんかそういう感じで動いていただけたら幸いです。のちストリス入れんの。いや、多分地球さんだね。地球さん来たね。来たわ。お先に失礼します。バチバチの中で俺やるのやだわ。なんちゃです。はい。ま、関係なしに俺上がっちゃうけどね。そして解説は土田康生です。すごい対戦。2人の対決とか知らないで俺は1位取っちゃうけどね。麻雀。地球さんの派手なフレームいいな。誰が一番最初に仕掛けるのか。つむぎりが続いてしまった。ごめんね、ちょっと今日はちょっと静かみにやるね、今日は。名前おもろい。名前おもろい。だ、誰の？チューンはギリギリまで絞るのかな。今日静かだなと思った。ごめん、うるせえって言われたから、親に。場は膠着状態だ。さっきの河原。そう、さっきの。さっきの。まだ罠。またママに怒られちゃうからね。そう。ね、そう、親には逆らえません。親には逆らえません。あんまりよろしくないね。あんまりよろしくない。プレイヤー、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。
波が来ている。ここから何を引いてくるか注目ですよね。各社どのように打ち回していくのか。ガチになってるよね、マジで。ガチになってるわ。いいわ、ガチマージャンだね。今日モールセー言って言いたかった。このまま静かに場が進行していくのか。実況ものくんじゃなくて機械任せ。ごめんごめん。いや実況できないよ。ここはドラを引いた。わらわら。実況できないよ。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。今誰かテンプアンチを作らないものか。ここはスルー。アンチ？なんだアンチ。おとなしく見てますね。ここも我慢した。ありがとう。お兄さんからうるさいと言われない？兄貴は言わない。多分兄貴も兄貴も酒飲んで寝てると思うじゃんね。多分。あー、なるほど、そういう場だったか。場を制するのは一体誰なのか。コンティニューコインバック。ありがとう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 。そういう場だったな。息を呑む攻防が続いている。なんだと。ここでリーチって。いや、ここでリーチはきついぞ。いや、突っ張っていた。オッケー、危ねえ危ねえ。ここでリーチはきついな。ああ、現物だね。安牌だね。トイプレイヤー、ここでも仕掛けない。おお、強い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 は強いわ。これは強い。うん、しょうがない。ああ、ごめんごめん。それはプレイヤーはナンチャです。ごめんよ。現在のトップはカミチャです。まだまだトップも強いな。カンチャン、カンチャンで合ってるよね。カンチャン待ちだったよね。カンチャンであそこ引くの強いな。カンチャン待ちであそこ引いちゃうのは強い。対決どっち勝つんだろう。わからん。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。もうだってナーさん3万点だからね。早くもリアンチャン。ここからが腕の見せ所ですよね。カンチャン待ちで。プレイヤー逆転する。さあ、ここはスルー。あー、来ちゃったか。来ちゃったな。間違えたな。誰が一番最初に仕掛けるのか。あー、間違えたね。間違えたわ。ほら、完全に間違えた。あー、失敗した。間違えた。静寂に包まれている。どんまいどんまい、ありがとう。膠着状態だ。さあ、ここも我慢した。あー、ごめん、わかんねえな。重い空気のまま場が進行している。いやー、そうか、いかんわ。いや、間違えたわ。これ間違え、あー、恨めってんな。場に緊張感が漂っている。プレイヤー、あっという間にイーシャンテンだ。上がりまであと一息です。少し場が落ち着いてきたか。ストレートに引いた。ハネマンテンパイだ。
各社どのように打ち回していくのか。各社相手の出方を伺っているのか。トイメン、ここはプレイヤーの現物を落とす。どうかな。神ちゃん、プレイヤーのリーチを警戒しているのか。トイメン、慎重に打っている。プレイヤー、上がりきることはできるのか。トイメンから出ることはなさそうですね。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。場を制するのは一体誰なのか。白で待ってる奴がいるな。息を呑む攻防が続いている。あ、お前か。このまま静かに場が進行していくのか。プレイヤー降りたな。カエデちゃん降りたな。いい判断だ。どうしもちゃん、ここは合わせ打ち。うーん、誰か持ってんのかな。トイメン、筋は通ると判断したんでしょうね。さあ、早くこの誰も上がれない。プレイヤーの一人で。いやー、キーソー持ってるね、みんな。いやー、どんまい流れた。うん、流れたね。日本馬、ドラは何、プレイヤーは親です。いやー、惜しい惜しい。何を引いてくるのか注目ですよね。流れたね。どんなドラマが待ち受けているのか。いやー、まあまあまあ、圧をかけれたからいいね。まだ十分に圧をかけたことは十分。ここはドラを引いた。プレイヤー、これでリャンチャン点方針が定まってきましたよね。さあ、ここはスルー。ちょっとやりづらい麻雀だな、これは。スノギリが続いてしまった。場は膠着状態だ。あー、なるほどね。なるほどなるほど。ここだな。重い空気のまま場が進行して。ここだな、問題は。この辺来たら熱いね。さあ、ここも我慢した。ごめんね、静かで。誰が一番最初に仕掛けるのか。場が静寂に包まれる。いや、マジか。わからないぞ。追いつくことができるのか。わかんないな。それほど白熱だから。そうだね。これはわかんないぞ。ああ、これ。通った。いや、これもうまあもう親だからな。行くよ。これは攻めるよ。これは。俺緊張感が漂う。これ攻めるよ。マジで。親親。俺親だから。誰かつかね。いや、余計なの出すなよ。これ行く。降りる気はない。ね、怖い怖い怖っ。神ちゃん、ここでガンだ。シンドラはイン。これはねえだろ、さすがに。さあ、
勝負。あ、積もった。あ、積もった。しもちゃん、これは強烈な積もられた。あ、でも俺どっちみち振ってたわ多分。あーいいね、ハネマンだ、強いな、強いわ、これは強い、強い、これは強い、これは強いわ、これは強い、現在のトップは下茶です。まだまだトップも狙える位置ですよね。それでは対局の模様に注目しましょう。さあここはスルー、なあさん、プレイヤー、これなあさん、なあさん応援団が、いやでもハイパイの運はどうしようもないからね、振ってないからね、なあさんはしょうがないよ、思ったからね、カエルちゃん、この後どう変わっていくのか、思われたのはどうしようもない、なあさん頑張ってほしい、しょうがない、しょうがない、積もあってしょうがない、本当にプレイヤー逆転することができるのか、なあさんうまいよ、振ってないもん、場は膠着状態だ、重い空気のまま場が進行している、誰が一番最初に仕掛けるのか、プレイヤー、これでリャンチャン点、ここからが腕の見せ所ですよね、手が弱いな、間が静寂に包まれている、プレイヤーあっという間にイーシャン点だ、お、ドラの受け入れを拒否だ、あ、拒否か、拒否だな、確かにいやでも来ないよ、カエルじゃなくて一発目、三巡目から制する人物は一体誰なのか、ストレートに引いた、プレイヤーテンパタ、三巡目で切ってるもん、ここで仕掛けていった、いやーこれは上がりに来てるね、いいんだけど、これ上がりに来てるわ、多分結構安いと思う、多分安手で上がると思う、多分彼自敗かなから待ってんじゃない、多分、実況面白いでしょ、少し場が落ち着いてきたか、多分親継続しようとしてると思う、カエルちゃんは、リーチのタイミング難しい、どのように打ち回していくのか、ここも我慢した、プレイヤー上がりきることはできるのか、間違えた、マジ間違えた、バカじゃん俺、待ってくれ、ここでもツッコミ入れてくれみんな、間違えてんじゃん俺、これおかしいでしょ、何やってんだよ俺、場に緊張感が漂っている、これないわ、ツッコミ、麻雀分かる人は分かると思うけど、ツッコミ入れてほしかったわ、ありえないわ、ない、もうダメ、もういいや、やらかしたの、やらかした、うん、もういいや、はい、さあリーチ、やらかした、完全にやらかした、ね、プレイヤーなかなか完全にやらかしたね、ダメだ、知らんけど何やってんだよ、神ちゃん、プレイヤーのリーチを警戒しているのか、このまま静かに場が進行していくのか、リーチ追っかけ、リーチめくり合いですね、果たしてリーチ合戦を制することができるのか、やらかし TV だわ、と負けじと動き出した、これで一発は消えちゃいましたね、あやっぱり、おっとプレイヤー、やっぱな、連チャンですよ、やっぱりな、気合で待ってたか、もったいねえな、止めねえのかそこは、止めないプライドがムカつくわ、ここからどのような手になるのか、
注目ですよね。今のはイーペイコー、イーペイコーっていう役があって、同じ数字を2回作ると2種類、うん、同じ789789とかを2つ作ると役ができるんだよね。それを俺拒否しちゃったの。バカだバカ。ああ、それね、それそれそれ、プレイヤー逆転することができるのか。それをね、それを拒否しちゃったの。それいけなかった。なるほど、そうそうそう。まあまあ、あれはあれはバカ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 なやつ、バカなやつ。そういう説明ちょいちょい入れてほしい。あ、オッケーオッケー、ありがとう。了解。プレイヤー、入れます。これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。誰が一番最初に仕掛けるのか。トンはションパイなので、とりあえず様子見ですかね。さあ、この範囲に反応する。ここはスルー。ん？お？おお。待って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 。プレイヤー、これでリアンシャンテン。ここから何を引いてくるか注目ですよね。よかった。早めに切ってよかったわ。さあ、ここも我慢した。いやー、なんとも言えんな、このハイファイ。まだ静寂にプレイヤー、ここでも仕掛けない。あー、これ難しいなー。ソーズは伸びないと見たのか。なはは、親リーはきついな。親リーはきついなー。まあまあ大きいね、確かに。先ほどトイメンが通したハイですよね、うん。下茶の筋ですね、うん。これ切れねえな。これは怖いな。あ、危ねえ。怖い。あー、うまく打たれてしまいました。いやー、これは強い。リーチ、ダブトン、ハツ、ドラゴ、バイバイ。おい。バイマン強え。バイミツルワラキッツワラよっつつつつつわおわカエル様ね。新落ちしてる間に盛り上がっててよいな。ジコルテドさんどうぞです。うざいんだけど。なんだ、もう一回やろ。なんだ、もう一回やろ。なんだ、もう一回やろ。ありがとうございます。なんだ、もう一回やろ。あれはもうハイパイがおかしい。もう一回いい子。ハイパイがおかしい。昨日のものを組んどこ行った。いくらでもやろう。ハイパイがおかしい、おかしい、おかしい。おわら、うん、お、なさん負けないで。マジおかしい。まだやるん。たまたま。これこそたまたま。ほんとにたまたま、うん。普通にプレイング。はいはい、普通にプレイシングイコールハイパーが良かったってことだから。皆さん頑張れ。モノモノハイハイ TV のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー音符。親意地の選択うまかった。親意地の選択うまかった。ポジティブだな。向かってはもちろん楓ちゃんはもう一回だよ。俺も回もう一回もう一回楓ちゃん来てよ。モノ君おはようございます。楓ちゃんがいなかったらしょうがない、始まんないよ。うん、谷君おはよう。おはよう谷君。おはよう。対決続く。谷ピーヨン来てくれた。谷君おはよう。何回やっても変わらないけどね。あ、そう。楓ちゃん以外に誰がいってろ、いってろ、いってろ、いってろ。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。いやいやいや、俺もだよ、俺もだよ。2人ともまとめてぶっ飛ばすからね、マジで。なあさんも楓ちゃんもまとめてぶっ飛ばす。まとめてぶっ飛ばす。
何言ってんの。2人も黙るくらいの上がりをするような。マジぶっ飛ばすよ。2人ともまとめてぶっ飛ばすから、うん、小物の喧嘩はしょうもねえなって。うん、小物同士の喧嘩はしょうもねえなって、あのうるさくなってきました。2人ともぶっ飛ばすから。まあ膠着状態だ。小物の喧嘩はしょうもねえなって。喧嘩麻雀きっとぶっ飛ばされちゃうよ。どうかな。火花散ってる。場は聖錆に包まれていません。この物小物気のまま場が進行している。ああ楽しみだ、わらわらわら。ああ、なるほどね。なるほど。場を制する人物は一体誰なのか。あー、できたらここ。これだって聞いてきました。あー、なるほどね。カゲロウですか。オーケー、カゲロウはもう終わりました。方針が定まってきました。あ、ほら、やべ、ごめん、カゲロウ終わったんだ。変更しなきゃ。金庫マージャンというホラーです。変えないと、変えないと。マージャンホラーじゃないです。カゲロウじゃないけど、これもホラーです。ホラーじゃなりません。ごめん、帰るの忘れてたわ。一般脱出謎的ボード、ボードにしよう。ボードにしよう。人間関係というホラーです。やめろやめろ。タグをいじってなかった、ごめん。ごめんなさい。変更してないのかよ。変更してなかった、ごめん。人間が一番怖いので。隠し方を伺っているのか。www。すいません。今日はホラゲデーだそうです。いやもう疲れたよ、ホラゲは。間違っちゃない。間違ってないよ。間違ってるよ。ああ、なるほど。プレイヤー行くのかな。果たしてここをしのげるのか。プレイヤー、いいシャンテンだ。上がりまであと一息です。ああ。三。トイメ、ここで噛んだ。すごい、シンドラは頑張れ。これで一発は消えちゃいましたね。プレイヤー、ここは仕掛け、ここでも仕掛けない。プレイヤー、やっぱりね、そうだね。これは思わぬ失点。神茶、幸先のいい。だよね。神茶、まずは一歩リード。だと思った。やあ、安いからよかった。まだいける。トン2曲、ドラは安いからよかった。プレイヤーはペーチャです。この。ちょっとプレイヤーの運気がいまいちですね。ですね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。雪谷くんわら。リモテ。モノくん頑張れわら。頑張ります。わらわら。おう。実況 W。ね。プレイヤー、まだ十分にトップを狙える点差だ。ハツはションパイですからね。とりあえず様子見ですか。モノ君も頑張れわら。重い空気のまま場が進行している。誰が一番最初に仕掛けるのか。場が静寂に包まれている。プレイヤー、これで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよ。いやー、麻雀ってのは面白いですね。麻雀ってのは面白いわ。膠着状態だ。プレイヤー、波が来てんのか、これ。来てんのか、これ。ですよね。嬉しそう、嬉しいよ。麻雀楽しいもん。一体どんなドラマが待ち受けているのか。カエデちゃんが割と調子いいね。プレイヤー、あっという間にイーシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。そうですね。神ちゃん、ここは統一落とし。マジかよ。でもまあまあ、ぶち抜きやるか。そうだよね。
各社どのように打ち回していくのか。さあここはスルー、さあここも我慢した。プレイヤーテンパった。各社相手の出方を伺っているのか。あ、どうぞ。どうしたテスト。あ、できた。もしかしてテスターさんできた。漂っている。麻雀を終わらせてでもあれしたいけど、ここでも仕掛けない。おお、えっと、できた。いや、できたか試してる。あ、なるほど、了解。ありがとう。少し場が落ち着いてきたか。ドットをウプローザーにあげてもらう。おっと、ここでリーチだ。ものものおめでとう T。 どうするんだろう。チャンネル登録よろしくね。モアイゾー音符。これは先ほど切ったばかりの。いやー、切ったか。おう、あ、おすごいな。怖えなぁ。エッツをパワーアップアップ。追っかけリーチ。うん、仕上がったんでね。これでリーチですよね。頑張れ、いけ。このまま静かに場が進行していくのか。積もりたいなぁ。三ゲームした。いきましたね。積もりてぇなぁ。怖いかだな。積もった。まあまあまあ大丈夫。ナーさん上がるされるためにね、うん、あの打ったから。ナーさん上がるされるために、あれだから。大丈夫。ナーさんを立てるから俺は。一体どんなドラマが待ち受けているか。はうおおおおおお。雪屋のいいと来ないよ、わら。一体この点さ、この範囲に反応。ここは10年10月10日テスト。10年10月10日テスト。ここは一歩後退。強弱にどうしたん。ダメだ。まあハイパイ次第ってことよ、要は。プレイヤー逆転することができるのか。ハイパイ次第で勝敗変わっちゃうのよ。誰が一番最初に仕掛けるのか。あ、OKOK、 ありがとうございます。昨日よっぽど良かったのね。昨日ハイパイめちゃくちゃ良かったよ。正直めっちゃ良かった。俺の実力じゃないよあれは。真面目に言うと膠着状態だ。真面目に言うと全然物物枠 TV。 いやいや、不正じゃないよ。ハイパイが良かったっていう。そんな夜もあるさ。重い空気のままが進行している。たまたまじゃないのか。たまたま昨日はたまたまでしたよね。不正じゃないよ。さあここでも仕掛けない。実力あったと思うよ。ここは統一落とし。プレイヤー波が来ている。ここから何を引いてくるか注目ですよね。不正かよユキヤ。不正です。がっかり言うな。各社どんな上がりかがっかり言うなよ。描いているのか。チューンはギリギリまで絞るのかな。わらわら、モノモノがっかり TV のチャンネル登録よろしく。うるさいよ。うるさいわらわらわら。うわあ、マジか。一かよー。これはマジないわ。各社どのように打ち回していくのか。ちなみにこれね。なんでうわーって言ってんのはこれね。相手の出方をプレイヤー。ここは仕掛けるのか。これね。一テスト。ここで仕掛けていった。ありがとう。わかった。うん、ふむふむ。
なる。こういうのは結構ね、でかいからね。これ一巡一巡やっぱり大事にしないとダメなの、本当に。一回の友がいかに大事かっていうのをね、理解しないとダメ。本当に。この自分の前が回ってきた時のハイパイがいかに大事か。いかに大事か。つもぎりが続いてしまった。ゲーム音下げれますか。あ、OK、了解。ちょっと下げますね。OBS で下げたらいいかな。コマンド動かないわ。はいよ。動かない？なんだ？コマンド動かない。あら。なんか、あれかな。ちょっと修正します。ああ、ありがとうございます。おやりかよ。ふれ、かえりふれ。てめるね。あーね、怖い。怖いな。怖いわ。これ切れねえよ。お？おお、なるほど。おーこれは行くよ。先生ありがとう。これは行く。これは行く。これ迷っちゃダメ。あ、これ振りてんじゃん。言っちゃった俺。待てやばい。わらわら息を飲む攻防が続いている。言うなよ。バロタアホだ。わらわら。え、聞こえてる？わかんない。聞こえてるかわかんないけど。静かに場を進行していくのか。笑う。モノモノフリテン TV もよろしくね。自爆。おお。まあいいんじゃない？いいんじゃない？V のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー。音符。一テスト。ああ強い。のちで結構笑う。ドンマイトン3曲ドラはなプレイヤーはシャチです。ひどいわーもう。注目ですよね。それではトイトイの模様に注目しましょう。トイトイなかった？あこれ？あーいやまだ早いよ。この判断は早いよ。この範囲に反応。この判断は早い。ここはスルー。ああでもなんかそんな感じだな。プレイヤー。ここからでもそんな感じだわ。うん。コルテドさんの上がり方の罠しだよ。え？ああそういうことか。一体この点差がこの後どう変わっていくさ。この牌はどうする？いやでもこれもね、これも割とそういう流れだよね。あっという間にいい射点だ。上がりまであと一息。いやこれはもったいない。もったいないよ。もったいない。プレイヤー逆転することができるのか。もったいないね。これは先ほど切ったばかりの牌。こういうバカ。いや無理。堅実に上がらないと。堅実に上がってかないと。堅実に上がろ。場が静寂に包まれている。一テスト。場は膠着状態だ。序盤から手が伸びない。誰だ？プレイヤー、ここは誰だこれ？誰だ持ってんの？バカ？バっぽいな。一テスト。場にまだあるっぽいな。場が進行している。だけ？なんだろう？なぜか。あ、いや、違ったか。こっちだったな。ミスったわ。一体どんなドラマが。こっち切れよかった。少し場が落ち着いてきたかな。今日ダメだな、俺。ひどいな。
者どのように打ち回していくのか。1、ありがとうございます、助かります。あら、下ちゃん、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。ああ、もう雪やよ。お疲れ様でした。各社相手の出方を伺っているのか。プレイヤー、チーソーを切るのは3枚目です。3枚目。いえいえです、ハッピースマイリー。いやー、いかんわこれ。いかんいかん、これはいかん、これはいかんよ。あー、なるほど、これはいかんな。こっちがいかんだわ。いかん、まことに。1テスト、難しい。あー、お前か、お前だったか。やべな、とか、なんか、なんちゃか、なんちゃか、なんちゃやべえな。誰が上がりを勝ち取ることに。ダブなんか。11。ごめん、ダブなんじゃねえわ。しかもドラワラ。場を制するのは一体誰だ。ダブなんじゃねえわ。神ちゃん、ここは統一落とし。いやー、もう、おっと、神ちゃん、これは強烈なツモ上がりだ。これは聞いてしまいました。なん、ドライオン、バンガン。あー、クソがクソがクソ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 ゲーだわ、これ。クソゲー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 。どのような結末が待ち受けているのか。モノモノクソゲー TV チャンネルよろしくね。ユキヤ、モアイゾモノモノナタ1、あーそうね、モノモノクソゲー TV チャンネルよろしくね。よろしく、クソと言うておりますユキヤ。昨日との落差、モノモノクソゲー TV チャンネル登録よろしくね。モアイゾクソクソ TV よろしくね。よろしくね。プレイヤー、逆転することができるのか。いやー、これよろしくね。うるさいよ。ここは一歩うるさいよ。うるさいですよ。各社どんな上がりの形を思い描いているのか。うるさいよ。これは筋統一だ、狙ってるな。狙ってねえよバカ野郎。場を制する人物は一体誰なのか。モノモノ狙ってるな。出てねえ、チャンネル登録よろしくね。出てないんだよなこれ、怖いわ。一体どんなドラマが待ち受けているのか。おっと、負けじと動き出した。うわ、てかうざ、マジか。ここも我慢した。プレイヤー、これでリャンチャン点方針が定まってきましたよね。このポンはないな。各社どのように打ち回していくのか。プレイヤー、ここでも仕掛けない。なんで？各社相手の出方を伺っているのか。何の話だい？チュンチュン。あ、これ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 よ、これこれ。こうこうこう。場に緊張感が漂っている。プレイヤー、街がだいぶ減った。街が減るからね。街が減るから。まあ、あとはこれ、単純に。これダメ。少しだが落ち着い。
まあこっちか。役なし。うるさい。うるさいよ。ホルタさん、なんでコメント打ってんだ。もしもなんだよこれ。あれや、あれが欲しいね。これひどいよ。わらわらわら。いいとこなし。いいとこなしだよ今日は。モノモノやりたい放題 T V のチャンネル登録よろしくね。モアイ像音符。息を呑む攻防が続いている。自分の話だよ。自分の話？自分の話言っちゃダメだよ。ダメだよ。コメントで打たないでよ。ダメだよ。土の戸の愚かさを。わらわら。神ちゃん、これは強烈なつも上がりだ。まあ、いやー、これうまいわ。つもダイヤをビンフビペドラ。あー、これは強い。これは強いわ。これは強い。これは強い。うん。これもしょうがない。俺良いだし。も、モノ君。いや、これはもう俺ひどい。カエデちゃん一人で叫んでそう。まだやるかい、当たり前だろ。当たり前だろ。惜しい。負けた。当たり前でしょ。昨日カエデなんかぼっこだよとか言った。当たり前。ピリオド。いや、もうカエデちゃんとハイパイがいたから。なあ、サンバラ。全然。あの人は強いのだな。全然。うん、全然。地球さんどうぞ。私抜けるから地球さんかな。あ、本当？そうか。そうだね。ハイパイがいいよね。あ、そうだね。ハイパイ読んで勉強しろわら。いやいや、赤城なんか読まなくてもだろう。一テスト。で、一。ありがとうございます。キムさん、ちょっとカエデちゃんを抑え込んで。抜けないでいいよ。ちょっと。弱繰り返しテレビ。エントリースイッチ。うん、カエ、あ、ナースさん負けないで。ナースさん負けないで。ハイパイがいいだけだから、カエデちゃんは。できた。あ、できた。ほんと。1VS3 でもいいけど。あ、そう。言うねえ、カエデちゃん。言うねえ。マグモできた。あ、できた。お、ちょっと終わり、終わりし。一瞬終わりし。私連続でしたから、ごめん。オル3、地球3がいつもの組んで。一瞬抜けて、一瞬終わりし。1111111。どうにか頑張りますよ。お、カエデを調子に乗らせるな、マジで。あいつ笑。うん。よかった。ナさん、ナさん、自信なくさなくていいから、ハイパイがいいだけだから。ハイパイがいいだけ。うん。カエデはハイパイがいいだけだから。うん。あいつ。ハイデはハイパイがいいだけ。マジで、うん、たまたま。たまたま、ほんとにたまたま。ほんとにたまたまだから。最後のは、うん、積もらなくてもなあから論だったな。ないね。それはお前の妄想だね。みんな大あいつになっててくさ。妄想妄想。うん。いいよ。お前に夢を満たさせてやるよ。うん。監視したらリッチできない？できるできる。あ、でも、あれ。泣き感はダメ。泣き感はダメだよ。泣き感はダメ。泣き感はリーチしちゃダメよ。リーチできなくなっちゃうよ。ユキヤのいいとこ見せて笑。アンカンだけ。アンカンだけ。登録よろしくね。モアイ像音符。アンカンだけよ。このゲーム怖い。ホラーです。民間はなけない。そう。民間ああ、民間っていうのか。ホラーでよかった。うん、カエデちゃんってコメントきついけど喋ると民間って言い方だっけ。わら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 、ホラーだわ。カエデちゃんはね、二面性があるから、うん、気持ち悪いから、二重人格。うん、カンはね、あんまりカンしない方がいい。よっぽど、カエデちゃんは可愛い。よっぽどじゃない限りカンはね、しない方がいいよ。ホラーマン。そう、あとアンカンの方が強い。アンカンリーチが最強。いいかもね。そうそうそう。了解です。アンカンリーチが最強。なるほど。気持ち悪いってひどい、わらわらわら。いいんだよ、カエデちゃんだけだから。うん、平気だから。アンカンリーチが最強。そう。
アンカンってのは、自分で4枚集めた場合。自分で4枚集めた場合。アンカン。アンカンって言って、自分で4枚集めた場合。他人から感謝するよりも、自分で感謝が強いんだよ。そう。アンカンリーチはマジ強い。そうそうそう、強いよ。3つ持ってて、他人が4つ目出したとかは民間。うん。暗行、明行、加工。おう。そうそうそう。帰りうぜえな。待って。おい。テスターさん、どうだろう。あれ、加工だっけ。加工ってわかんねえな。谷さん強そうだな。っていうか。加冠。谷さんやべえんじゃねえか、実は。こうって読まれた冠を。ああ、なるほど。谷さん、麻雀強いんじゃねえかな。頭いい人、麻雀強いからね。マスターもやってるのかな。谷さんとは戦わんの。全然初心者。初心者だもん。そう。玉之助さんは谷さんだよ。玉之助さん、谷さん。谷さん入ってください。玉ちゃんは谷ピヨン。そうそう。矢印これ谷です。なんだそれ。それはあるかも。これ谷か。なんだお前。呼び捨てすんなバカ。お。呼び捨てするなお前。図が高え。図が高えの楓。わら。わらた。わら、谷さん、わらわらわら、お前もな。はい、すいません。はい、僕もですね。はい、すいません。カエデ同年代だろうし、いいよ。あ、カエデちゃん同年代なんだ。よかったね。いいね。竹わらわらわら。谷さんも、あれだよ。エーペックス始めたから、お前は46っていうのは大事なの？やっぱり。そうなの。46歳設定は、おもろいの。カエデちゃんとって大事なのかな。大事なのね。年齢不詳 TV のチャンネル登録よろしく、ね。大事なの。モアイ像音符。別に、ね、カエデちゃんか、ね、年齢よくない。ダメ。ママが42番。こだわるね。ダメ？めちゃ年上だな。いや38。なんで年上にしたいのかな。www 俺にはわからないんだが。いいでしょ別に。若い方がモテるよ。ユキヤより少しでも上がいいような。全然楓さんだったわ。一番上になりたいだけわら。うん、意外と昭和。実際何さんやねん。言っていい？言っていい？24です。モノ君より先輩じゃん。24歳です。若いよ楓ちゃん。若いわら。若いよ。ゴリゴリの昭和世代な楓ちゃん。若い若い。楓ちゃん若いよ。うん、若くていい子だよ。なんだよなあさ。ジャンプ。ふーんって言うなよ。陽キャだしな。少年。少年言うな。24に麻雀負けてはぐしくめの。ブラウン管世代。恥ずかしくめの。もうねえ、これ煽ってくスタイルだからね。めんどくさいわ、ほんとに。煽られてるわら。めんどくさいわ、ほんとに。ムーシムーシお疲れ様だよ。目のわら。強強じゃん、うん、いやいや、これはハイパイがいいだけだよ。テスターさんどうだろう。ごめん、ちょっと話戻るけど、テスターさんのチェックが終わったって聞いたから。ユキヤは人のこと言えない。なんでよ。僕は11歳です。お前嘘つくなバカ。何のこっちゃ。テスターさんのやつが取れたら。実際良いことは俺キャラはどっちの方がいい。聞くなよバカ。私は10歳。お前はってか地球さんは知らん。いくつか知らん。地球さん年齢知らねえわ。うん。いくつでもいいけど、別に。うん、まあ、俺よりは年下だろ。地球さんは36。やば。私3歳。うん。わら。俺より年上じゃん。テスターさん、テスターさんの状況を知りたい。私は地球ちゃんの一個下。お前って言ってもいいですよ。言わねえ言わねえ、うん、地球さんでバグあってもいいかい。アップするけど。あ、バグあんのかな、わかんない。
ちょっとそれをインストールしたい。え、地球ちゃんためじゃん。今日インストールしたいわ。どんなかな、うん、地球ちゃんが何歳だろうと一個した。一応動くんだけどね。まあ、ちょっとデバッグも兼ねてちょっとやってみましょう。ありがとうございます、テッサーさん。こんな遅くまで。ありがとう。地球さんは46億歳だよ。よくわかんないよ、もう地球じゃん、それ。情けがちで怒ってる。煽り嫌いな人にはやめとくけど。怒ってないよ、ナナさん。大丈夫だよ。それはやばい。ナナさん怒ってないよ。大丈夫、大丈夫。カエルちゃん心配しなくて大丈夫だよ。バッチリかや。ナナさんネタだから大丈夫。怒ってるよ。やめろ古いのは消さないで。怒ってるって言うな。昨日でオフにしてね。わら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 。やめろ。モノモノ喧嘩 TV のチャンネル登録よろしく、ね、なあさんもやめろ、本当に。わら。やめろやめろ。あ、ありがとう。古いのは消さないで、拡張機能でオフ。了解了解。了解了解。なあさんはガチで怒ってるよ。怒ってんの？サオリちゃん。大人げないとなあさん。私は大体同じくらい。仲良くしようぜ。聞いてないたまに。犬殺してごめんなさい。なあ、もうカエルちゃん、カエルちゃんこんなんだからね。そんな感じはする。あ、仲直りだ。わらわらわら。もう。私たちみんな同い年だ。ナナさん、あれだよ。この、本気にしちゃダメよ。本当に。もし本当に怒ったとしたら、ダメよ。カエルちゃん、マジでいいやつだから。それは本当に信じてほしい。わらわらわら。カエルちゃんはマジでいいやつ。めちゃくちゃいいやつだから。モノくんばら。めちゃくちゃいいやつ。俺は本当にマジで。カエルちゃんがふざけんなっていうっていうのもあるけど、カエルちゃんめちゃくちゃいいやつ。うん。ここで暴れるのが面白い。あ、ごめんごめん、マジな流れやもん。マジの流れやめて。ごめんごめん。信頼。ドットプロダ236万2503236万2502。あ、ごめん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 。いや、普通に怒ってても良いは煽ったのは俺だから。モノくんがややこしくしてるわな。あ、俺が悪く。モノモノなじです TV のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー、音符。おう。ここは雪屋が一花脱ぎましょう。236205-03。モノモノマジで良いやつ TV。モノくんは真面目だよな。236先生、あ、これか。朝までガチンコ行っていいんかい。いやいや、うん、悪いの雪屋だけはだ。なんで俺のせいになったんだよ。ドキドキ236-50。モノ君がマジでいいやつ。待って待って、テスターさんどっち。これどっちをこれやしたいの。モノ君の暴言はたまに本気。俺は本気だよ。俺はもう嫌なやつだもん。クソ野郎だからな、俺は嫌なやつだよ。君たちが思ってる以上に嫌なやつだよ。ようつべようとついきやすよ。ああ、なるほど。なるほど。モノ君とは白熊でリアルで話しかけのマジで嫌なやつだよ。白熊で嫌なやつ出してく感じってやばいよね。楓ちゃんに謝らせたから私の勝ち。モノモノクソ野郎 TV のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー音符。嫌なやつ、嫌なやつ。面白いわ。おお。なるほど、両方インストールしてみようかな。じゃあやっぱり雪やが全部悪い。わらわらわら。本当にごめんなさい、ナさん。やべえな。やべえな。ごめん。いやー、待ってね。けどみんなでお話ししてて。でも麻雀2回負けたね。うるせえよ、バカ野郎。くたばれ。テスタさんは開発されてる方なのですか？わかんない。いや、もうすごい人なんだよ。モノ君が全部悪いんだぞ。うるせえ。わらわらわら。待って。もう開発現場には出てないですね。すごい人。テスターさんって実は愛らしいよ。
か？来ました。楓ちゃんうざいから吉川さつっとく。やっぱりね。1。すご。すごいな。吉川やっとく。さんがいないと吉川、吉川正治だけよ。すごい。吉川正治は。あ、トム。ただものではないと思って。吉川ね、やばいよね。ショックだよね。それは。待って待って待って。今夜スピルバーグ来てるぞ。うるせえバカ野郎って知るか。すごスピルバーグさん。あ？トムではありません。うるせえよバカ野郎。何がスピルバーグだよ本当に。バカだよ本当に。わろたわらわら。待って待って待って。俺のインスピルバーグだったごめんなさい。センターさんの草。急に作ってくれたやつを。ついにスピルバーグも注目しだしたか。3時でしょ。重くがスピルバーグ。うるせえ、まったく。うるせえ、バカ、ほんとに。ほんとうるせえ。まさかモノクンネーガーか。これか。名前だけで怒る。ありがとう。画像変えてくれてありがとう。助かる。あともう一個。今日の3時8分。あれ、インストールできてないの。酔っ払ってんだよ、俺もう。しょうがないよ。怒るツボがわからないね、わら。気になってる。真面目にやってんだよ、俺。モノモノよっぱ IT Vのチャンネル登録よろしくね。あれおかしいな。これ502をインストールしてんだけど。ET インストールしろ。なるほど。OK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 。よっしゃ来た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 わ。明日寝ぼけてまずこれまず自転車のカゴに入る雪や悦子、YouTube 版だからあれだね両方とも消しちゃダメなんだよね。もともとあるやつは消さないで、はい、待ってうるさいわ。もともとあるやつは消さないで消すなや。おめ。もともとあるやつは消さないで。これじゃない。あれ？拡張機能。両方、拡張機能でオフにして。あ、オフね。OKOK、了解。あれ？ああ。更新はいいわ。あ、これか。これでオフにする。両方とも。重いんだよな、これ。もう俺の Mac ダメかな、俺。オフにして、で、ダウンロードして、悦子、あれ？悦子なんだっけ？やばい、わかんなかった。落としてなかった。夜迷惑かけてたら申し訳ないです。いっぱいあってもうわけわからんわ、もう。あ、これか。これだ。選択。あー。OK。これで、とりあえず YouTube は OK。悦子 0.91。OK です。で、もう一個。酔っ払い、おじさん大丈夫じゃない。もう一個もう一個。いけたんか。とりあえず YouTube 版から。まだ。インストールできた？これ今何やってるの？今ね、読み上げをテスターさんが作ってくれたから。読み上げ設定。あ、これじゃない。503か。音量を変更しました。503、503。あ、違うわ。いいんだ、これで。新しいのは、拡張機能でオンにして、アイコンでもオンにして。あ、待って待って待って。アイコン、新しいのは、いや、これ酔っ払った時にやるあれじゃねえわ。マジで。え？
みません、翻訳できませんでした。ちょっと待ってね、ちょっと時間ください。おにぎりコロリンチョ、時間ください。これ合ってるよね、ともども。大丈夫じゃなさそう。パソコン使いこなせないと疲れそう。違うんだってよ、お酒飲んでやる作業じゃないんだって。これおけつ、ゆっくりやりなさい。ゆっくりやるわ。早くしてくれる？うるさい、バンするぞ。ほんとにせっかくやったらバンだ、みんなで。マジでこっちのことは気にすんな。わらわらわら、せっかくやったらマジでバンだ。305502だよね。502、502だが合ってるね。わらわらわら、502だから、TV もよろしくね。どうされこかだよ、酔っ払い番。ってことは、やっぱこれだよ。また祭りか。これこれ。あ？だって、0502。これでしょ？やっぱり。公開するのは雪や、簡易版3248。森さんも戻してもらってたっけ。冬の晩祭り42。先にリスナーさんに説明しますと、音声と音域、速度、音量を指定できます。42。森沢師匠は数分でカムバックしてた。これか。お楽しみください。あれ？これじゃない。すごい。42ってどれだよ、もう。すごい。いや、わかりづらい。いっぱいインストールしてるからわかんなくなっちゃったもん。テスターさん、ありがとうございます。わお。待って。先生、ありがとうございます。42じゃねえじゃん、本当に。32と48、ね。32と48。この読み上げって読み方を学習したりしますか？モノクンドしたのわらわら。32.48。すごい、あんな短時間でできちゃうの。落ち着いて。これで。ゆっくり待ってるから大丈夫。はいはい。学習はしません。これとこれ。ママに怒られるよ。静かに。はい、すいません。で。なるほど。重いなぁ、パソコン重いわ。重。ツイキャスはこっちなのかな？エツコ 0.90。Mac も買い直すか？いやわからん。でもまあ、そろそろ限界来てるかなと思ってるけど。パソコン叩いてみたら治るんじゃない？治んねえよバカ野郎。あれ？オンになんないぞ。更新か。M1 搭載 Mac いいんだやっぱ。あれ？こっちか。あ、これだ。こっちがあのツイキャスだね。この画像変わったやつ。音声0から2、音域1から20で指定できます。M1。どうだろう、これ。ゲーミング PC で配信すればいいのに。いやーどうなんだろう。こんにちは。え？設定が細かいのね。細
細かいね。疑問符？ああ。おーおーおお。ってこと？よくわかんない。声 W。これ変わったね。ふわ。すごい。その方がいいよ。マックなんてそうそう。20かな。し、えつおがしぶらんてんね。こんにちは。こんにちは。ん？チンチン。すげえ。こんにちは。チンチン。引く。わらわら。引く。すごいいろいろある声。チンチン。引くいわ。引くすぎだわ。やめろやめろ。気持ち悪いわ。わらわらわら。あれ、エスちゃんの読まなかったね今。イエーイ。エスちゃん読まなかったね。イカ略。イエーイ。引く。飛ばされた。ねえ、エスちゃん読まない。ね。おい。ボカロみたいな声。え、目を開けて頭が爆発している顔。私のこと嫌いらしい。一度登録すると以降その声で話します。ワロンタテスト。きっくいな。こんな声になっちゃった。3-10-10。えわらわらわら。なんかよくわかんないけどいい感じ。爆笑してる。お前の声やべえな。普通でいい。私の声綺麗でしょ。これ一人一人登録できるのすごっ。ネームの君どうしたらいい。いやいや分からん。俺に言われても分からんわ。テスターさんに聞いてくれ。666から6。どんな感じ。すごいすごいね。100人までは登録されます。低いんだよな。カオスやで。低いんだよな。やばわ。小野くん低くしたいときはモノモノ面白 T V のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー音符はやっ。モノくんの PC に登録されます。直す。どんな声になるかな。直せないなら普通でいい。普通で言った方がいいぞ。普通で言った方がいいんじゃない多分。いやーすげえなー。ありがとうございますテスターさん。まあ、ちょっとこれはもうリズナーさんに任せるよ。あいうえよ。先生すごい。簡単符。なんだこの数字は適当にやって言い訳ではないよねと思うよ。ブラウザを落とすと初期化されます。あー、保存は一時的です。なるほど。ブラウザ起動しなくても大丈夫なんだ。低めだったやべえなじゃあ毎回配信するたびに声変わる。そうだねそうだね。うんち、うん、なるほど。まあ、おい、質だね、うん、このくんわらわら。ニコニコで見たことあるんだね。楽しすぎて無理わら。わら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 。小野くん。666から6。こんばんは。なんか人いっぱいいるのか。あら。どうよ。ちょっとあれだね。統一しないと耳。笑いすぎてやばい。統一しないと耳バグるかもね。333から3。モニオモニオ。学習するタイプのもあった。えー、もうちょっと早く話してほしいな。あら。切られちゃったよ。暗いわ。いやでも面白いねこれ。面白いわ。なんか騒がしい。そうだね。イエーイ。ちょっと遊んでてと言ってくる。このものと言ってくるわ。面白い。なんか最後まで読まれん。私って声が遅いねる。イエーイ。テスト笑い。イエーイ。全然デバッグしてないので遊んでくださいませ。記号はダメなんだ。すごい渋い声いいな。ありがとうございます本当に。353から10個。新しいおもちゃを与えられた子供のように遊んでる。普通のは読まれなくなるのか。速度どこ。私たちは変声期を迎えました。
以下略。楽しです。イエーイ。テスト。わら。20の20の20。モノモノイエーイ TV のチャンネル登録よろしくね。もう愛想、音符。ピノピノさん、わら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 。335から1。アウア。以下略。めっちゃ声高かったわら。普通に読まれたわら。20年1月5日20。よっしゃ、怖い。最初の数字は0ケラ2の範囲でお願いします。ねえ、イエーイ、こえー、皆さん寝ようか。了解です。イエーイ、楽しかったね。この時間はあっという間だ。うんち、ってもう夜更かしできるな。いきなり寝に入るんかい。眠くなってちゃった俺。やめろ。まだ寝たくないよ。遅いな。うんち。麻雀やろうね。麻雀やろうぜ。一回だけね。面白い。おっと。もう少し雑談してよ。耳おかしくない。なんか麻雀かどっちがいい？うんち。モノモノ夜更かし TV のチャンネル登録よろしくね。モアイ像音符。やめてください。ちゃんと いつものやめろ。遅いんだわマジで。雑談でもいいよ。面白いカツクはマジで。どうなるできるカツクは。これにしようかな。モノくん、モノモノ大はしゃぎおじさん T V。 笑えるね。わらわらわら。うんち、たまに聞き取れない時あるからな。353から5できるかな。あ、変わんなかったな。これでいく。お前、遅くてムカつくわ。たまにや。どうかな。もうちょっと早すぎるわ。これはどうかな。早すぎる。うん。早すぎるやつと遅すぎるやつがいるわ。イカ略。うん、ピノタンの隙わら。普通が。お前もどうかと思うかな。だからこれでいく。こんにちは。イエーイ。311から1。イエーイ。急短波だな。ああ、そうだ。イカ略。イエーイ。じゃあ、雑談でいこうか。雑談。このものどうかしてる TV のチャンネル登録よろしくね。モアイ像。今日は28歳。ユキア。イカ略バグがあるみたいなんですよ。おお、ここ。声低すぎてもうわかんねえわ。ああじゃないよ本当に。雑談しようや。ムカつく。モノくんで隠せ。ムカつくわ。わらわら。ムカつくわ。雑談。10年11月15日9。めっちゃムカつくわ。パーティーになってる。サオリさんの声好きわら。ネコ兄さんちょうどいいね。私これ好きだわ。ムカつくわなんか。これにしよう。いやもう聞こえてねえしもう。いやもううるさいわ。うるさい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 わ。かげろうでコメントの声これだでも。パーティーなのか。かつくわーマジムカつくわ。ささやいてるわ。やばい怖いわら。イカ略。ウエン。これ俺の声ですか。どうだよお前の声でも死んでるわ。草。カサカサだわ。うるせえかつくわ。WWW。ムカつく声ばっかだなマジで。ガッサガサわら。ガッサガサだね。わらわらわら。ゾンビが話してるみたいになった。そうだな。聞こえてるか。聞こえてる聞こえてるよ聞こえてるよ。いや楓ちゃんはもうやばいわ。楓ちゃんやばいな。うん。何人かやべえわ。タニピヨンわらわらわら。何人かやべえ。カニさんやばい。わらわらわら。俺の声届い。私のちょうどいい。うん。カニさんのおもろ。わらわらわら。大佐もわらわらわら。遅いのおざいわら。大概だわマジで。怖い。カエデちゃんわらわらわら。カエデちゃん本領あげてわら。お前も大概だわ。バカ野郎。バロタ。これでいい。
いや、わからん、いいかもわからんけど。禁止いるわら。いいか略、うん。これ新規来なくなるな。来なくなるわ、マジで。アコメラン楽しくなっちゃった。アコメランじゃねえわ、本当に。じゃあ、さすがにちょっとあれだね。イカ略。笑いが止まらん。お前の声も大概だぞ。どんぶらこ、どんぶらこ。イヤッホー。おもろ。お前らも大概にしろ、本当に。お前のウケるもやべえけどな。なんだ、ウケる。モノモノみんな最高だぜ TV のチャンネル登録よろしくね。モアイ像音符モノマネわら怖いよ。怖いよ。ありがとう。怖いよマジで。途中でかっ消されてるし、もう面白最後まで読んでないぞ。モノモノ変な声テレビもよろしくね。わらわらわら。これはもう固定されてるの？されてるんじゃない？多分。テスト。ゆきや。声小さすぎ。聞こえなすぎわらわら。聞こえなすぎわら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 。カエデちゃん消えてくわら。カエデちゃんも。イカ略。聞こえねえからな、まず。小さい。カエデちゃん死にそう。だ？あ？さすがに読まなくなっちゃったの。イカ略。イカリア君だけど。小さーい。みんな消えてくわら。わら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 。イカリア君。早い早い。早い読まないの。飛ばされた。飛ばされたね。怖い。お前が一番怖いわ。イカリア君。お前が一番怖いわ。お前が一番。組わかったかも。わかった？うん、飛ばしてない。飛ばしてねえわ。死んだ。呼吸音しか聞こえないわら。うん、聞こえます、聞こえます。うん、仕組みまだわからない。お前の声やべえ。やべえだもん。ドラえもんで。全然ドラムじゃねえわ。本領最後だと思う。今にも死にそう。大丈夫かなわら。わらわらわら。やばいわら。引っ越すことになったので、メリーと名付けた当世の人形を捨てた。その夜、電話がかかってくる。私、メリーよ。今、ゴミ捨て場にいるの。私、メリー。あらあら。あなたのすぐ後ろに。若干あれだね。いや。飛ばされるの悲しいよ。かっけされてるな。俺の声受ける。わら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 。まあ、すごい。先生のコピペ芸がパワーアップしてる。わらわらわら。めちゃくちゃだわ。すげえ。おもろー。おもろ、おもろー、おもろじゃねえわ。やあ、もうやあがわかんないわ。いいか略。やあがもうわけわかんない。略してるのもわかんないし。うん、やあ。聞こえない。わらわらわら。あらあら。数字は20までじゃない。あそこ読まないの増えたな。うん、増えたね。カサカサばっかだな、ほんとに。ささやきのや。ああ、俺はまあまあいい。イカ略。聞こえない。うん。もにょもにょもにょー。うざ、うざ。超うざ。もううざすぎるわ。イカ略バグ、ああ、ありがとうございます。ほんとに。笑って声出たわら。これにしよう。イカ略バグは明日にでも直せたら直します。ありがとうございます。早くなった。もうお前はもう終わりだ、もう死ね、本当に。イエーイ。もう。イエーイ。あ、うん、まだ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 。治らんのは困るわ。うん、困る。カエデちゃんわらわらわら。テスターさんありがとうございます。アスタリスク、アスタリスク。わら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 。聞こえないからわら。お前高すぎんだわ、ほんとに。お前、楓ちゃん何言ってか全く分かんねえ。全く分かんねえわ、楓ちゃん。コメント読まなきゃ無理。全員大概だわ、ほんとに。全員大概だわ、ほんとに。僕はいい感じ、イエーイ。いや、いい感じではないけど。
いい感じではないけどね。いい感じではないよ。おもろすぎる。お前が一番面白いわ。怖いのは普通やで。普通。たとっきさんは普通だ。なんだと。たとっきさんが一番いいわ。本当に。あれ飛ばされた。飛ばされた。普通だよ。たとっきさんが、あ、せつちゃんもいいわ。よくねえわ。アイコンと合わせて面白いわらわらわら。よくないわ。イカ略。飛ばされた先。オンリーワン。どうもりみたいなやつおる。マイクラで曲作ったよ。もう、もうカッサカサで聞こえない、もう。カッサカサ。イカ略。声がどこかに説明文書いといて。ああ、それ、それどうすればいい？あ、読まれた。私のわらわらわら。説明文どうやって書けばいい？草わら。雪屋の好きなところはコピペして、あれするから、ちょっと。ここによろよしてるわら。テッサさん、申し訳ないけど、定型文を作ってほしいわ。逆に普通なのが、一人だと目立つな。イカ略適当にのとこ変えよう。あーってことね。適当にをあれしたらいいのかな。定型文を作ってほしいわ。全部テスターさん任せ。テロップだって笑わんないよ。ロボに見えねえべ。もう全然ロボットだよね。全然ロボットだけどね。全然ロボットだけどね。もうお前の声もカッサカサだもんだって。カッサカサ。WW。カッサカサ。は調整できます。俺たち生きてる。録画見る人意味わからんやろうな。出るわ。なんでやみんな人格宿ってるじゃん。お前死んでるわ。10-10-10どうなる。うった。マジでうった。例えばと指定してください。めちゃくちゃうざ。本当にみたいなさ。めちゃくちゃうざいわ。皆さん。ああ、できになっちゃった。なんじゃこりゃあ。うるさいわ。変更。聞こえたね。なんとか聞こえた。なんとか聞こえた。できやあ。うるさいわ。どもめちゃくちゃうざいわ。雪屋大好き。エツオもエツコも宇宙人もいますよ。いやいや、そうだけど。東京特許許可局。うっせえよ、バカ。テスト。私、いい感じの声。いや、いい感じじゃないけどね。私も大好き。全然いい感じじゃないけどね。うん。わらわらわら。え。新春シャンソンショー。なんでよ。どもども何が悪いの。雪やカッサカサ。本当にカッサカサだね。もっと早く話した方がいいわけ。カッサカサ。生麦生米生卵。うっざ。マジでうざ。ネズミちゃんみたいのいるぞ。わらわらわら。小野くんもやりなよ。やんないわ、俺別に。我々は宇宙人だ。ちゃんと喋ってるわよ。なるほど。おっそ。ひやくん、あーそう。パジャマをパジャマ赤パジャマ。は？うざいっていうかうんち。お前だよ。小野くんは変わらんの、かわいそう。バスラス爆発。どうも、おさんです。隣のカキはよくカキ食う客だ。いえええええ。おっさんに戻したい。おっさんに戻し。何も指定しないとどうなるのかな。声変わるなっつって参加して。こんな配信は他にないね、わら。ないね。トムキタ。いやー、テスターさん面白いことするね。これは意図自分に声に出るかも、草。
似てねえよ。お前、お前今の声だったらやばいぞ。やばすぎるわな。今の声が見てもらったらやばいぞ。どうも僕は婚活中の35歳です。オムライスがす、どうもよろしくお願い。そんな声なの。いや、マジで、こんな感じの声だよ。いやいやいや、いやいや、やばいだろう。やばいだろう。やばい声だけど。わら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 。なんて、なんて、こわわら。なんて言ったか分かんなかったけど今、うん。わ。なんて言ったか全然分かんなかったけどな。エターナルってことよ。あそうあそうあそう。あなるほど。雪屋に。あ？途中で読まなかったな。早すぎんだ本当に。私はメーサで、あんたはジンなの。知らねえよバカ野郎。15-20-20。そこ読むんだね。楽しいなこれ。全然楽しくないわ。わらわら。全然楽しくないわ。追いついてないやん読み上げ。全然楽しくないわ本当に。わらた。低すぎんだよお前は。バカ野郎とか言うのやめてください。僕はあなたが好きです。パスパインダーみたいな喋り方やめてくんない？ほんとに。のんびり話しすぎてわらわらわら。うん。DVD! 話しくないらしいわらわらわら。途中で読めなくなっちゃうんだね。たぶんね。D。ほう、D。D は読むね。イカ略。D は読むね。イカ略。あれあれ、訳されるね。カラオケでモノくんにリクエストしたのに千葉銀が良かったでしょとか言うのやめてください。最後まで声が出ない。泣き B どっかに怒力が残るんだよな。 B おじいちゃんより遅い。わら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 。ジップラインの設置だ。わらわらわら。お前の声全然モノくんのヘッドホンは B までできてます。説得力あるわら。おじさん来い。テスト。ひねくれてる雪や。どうした？のど飴舐めるか。のど飴舐めるか。のど飴舐めるか。イカ略。今年はひねくれを直そう。全然説得力ないわ。千葉銀がちょっと。私ものど飴欲しい。ああでもなんかちょっと省かれちゃうね。ダメだね。ちょっと風邪ひいちゃってさ。お前、お前の風邪はやべえけどな。ああ、風邪とかいうレベルじゃないけど。雪君ごめんなさいして。ごめんなさい。びっくりマークかな。イカ略解除ができてないんだよ。ムカつくな。さっきみたいに読まれないわ。さっきみたいに読まれない。5-10-15-4。うん。喉大丈夫か。ボルテドさん動物の森わらわらわら。いや、君は喉飴舐めた方がいいよ。うん。モノくんの T シャツ着てるのに千葉ガール認定やめてください。はい、すいません、すいません。はい。おじさん来たぞ。お前だ、おじさんは。イカレク秒数1500になってる。今日はキャンプ場にユキヤーさんが来ています。え、それは、俺が調べられる。むかつくわ、まじで。モノモノコクスギ TV のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー音符。よかった。イカレクは1000秒、1000秒。1万秒、1万秒です。1万秒。さんだよ。1万秒。1万秒ですよ。3-5-4-10。どうなるかしら。1万5000にしてくれ。了解了解。私は腐っても雪やガールですよ。こうね。ずっと世に入れたらよかったなんて、君はどこを行ったんだよ。みんな違ってみんないい。むかつくわ、マジで。どこを行ったんだよ、わらわらわら。知らねえよ。怖い、わらわらわら。怖い。会いたくて。
私が怖く聞こえるわら。お前が一番怖いわ。おじいちゃんになった千葉銀みたい。お前はお前で喉飴食った方がいいけどな。マイクの唾よけってか。それ今聞くなよバカ。計算ドリルを返してください。返して返して計算ドリルを。うざ。コルセドさんやばいわら。お前もやべえけどな。じいちゃん増えたな。全員やべえよ。くなりが通り過ぎたわら。お前は通り過ぎんなマジで。本当に秋の空がとても綺麗だ。説得力ゼロマジで。説得力ゼロ。イカ略合ってるの、合ってねえよバカ野郎。合ってねえわ。ちゃんと喋れ。 www、ちゃんと喋れバカ。本当に合ってねえよ。全然合ってねえ。お前お前は病院行けよ。もしもこんなとこ一人ぼっちだったら、君がくれたそのカードをその背中に貼り付けてやるよ。今すぐに大人になりました。神はバズるか。私が白い部屋で何も生まれずバカ。なってねえよ大人に。お前モノ君明日は何時から配信やるのですか。やんないよ明日は。わら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 。略された。これでいいのだ。よくねえよ。全然よくねえよ。なってない。なってね、お前がなってねえよ一番。全部夢。お前が一番なってねえよ。イカ略。明日休みかよ。いやいや、やってもいいけどな。明日は配信ないの。泣きました。やってもいいけど、何がいい？何やればいい？何やればいい？モノ君が。進撃までにやめるよ。になってるわら。進撃までにやめます。人間ってなんだろう。お前だよ。モノ君、30年後に。お前が考える自分で。なんだろう、バカじゃないの本当に。アンダーテール。アンダーテールやんねえよ、バカ。進撃か。そうだよ。進撃やるから早めにして。何でも OK。説得力ないな。ミサコわら。喉飴あげたい人がたくさんいるわら。たくさんいるわ、本当に。早めにやってよ。なるほど。X の大会乗り込もう。終わっちゃっただろ、大会。あ、で、あ、明日もやるのか。明日もやるのか。イカ略。まあ、エイペックスやってもいいけどね。やりたいからね。エイペックス、今日1時間ぐらいやったけど。相変わらずゴミだったけど、俺は。私は声がちょっと遅いことを気にしています。気にしろ、気にしろ。終わった会場に乗り込もう。気にしろ。エイペックスいいね。マジか。どっちのマジか。全然見たことない。ジャンプキングはやらなくなりそう。やるやる、ジャンプキングやるよ。私は声がかすれているのを気にしています。エイペックスか。やだ。美佐子さん、エイペックスやだ。エイペックスやだ。やめろ。無人島を忘れるな。忘れる。気にしてるなら風邪直してわら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 。いや、お前だよ、お前。お前もだいぶ風邪気味。お前もだいぶ風邪気味。わらわらわら。ジャンプキングもいいね。全然なんかもう説得力ないもん。ですです。説得力全然ない。私、風邪気味かしら。風邪気じゃないけど、ちょっと。イカ略。あれだね。やばいね、声が。千里の寄付。お前はくたばれ。なんですか。風邪かしら。なんだろうね。だからさ、何度も言うけど DVD でしょ。美佐子だよ。お前が一番やべえな。お前が一番やべえわ、本当に。風邪よりもっと上。いや、お前。お前もだけどな。誰も知らないこの子さん。再生回数100ちょっと。ポッドでの配信者。わらわらわら。うるせえよ。声高わら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 。イカ略。うるせえよ。面白いわら。わろた。お前もだ。www。お前わろたじゃねえよ。みんなやばいのよ。みんなやべえわ。怖いな、こんにちは。今日は怖いわ、怖いわ。大人に。ずっと前から声これだったよ。い
やばいわ、これどうかな、死ね、カオス TV、 いつのこと、いつのこと死ね、わら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 、死んだわ今、わら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 、死んだわ楽だよ多分、死んだわ楽だよ多分、死ねなんてひどー、怖っ、ホラーな、知らねえよ、みんな笑い方、知らねえよバカ、本当に、知らないわ、知るか、本当に、 www、 モノ君負けて出るからね、怖っ、おもろいね、怖っ、モノ君もやったらいいじゃん、やんねえよバカ、バカとか言わないでください、宇宙人より宇宙人だ、ヨルゴマンなんだった、ヨルゴマンはチキンステーキ、チキンステーキです、バカと言った方が、はい、バカ、モノ君大好きだよ、死ねるな、説得力ねえな、実はカーテンの後ろにおるのは私だよ、怖いわ、気にしてそう、私ちょっと真面目系キャラだよね、全然真面目に聞こえない、下にいます、怖っ、怖っ、人に対してバカとかよくないよ、もうかすれてるもんね声がね、自分の声に近づいたかな、近づいたのかな、わかんないけど、が W っていうのなぜ、私ウグイス嬢っぽい、お高く止まってる感じの喋り方のつもりです、モノ君のヘッドホンはどうね、ピーマンでできてます、できてねえよ、わらわらわら、わら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 、カエデちゃんのああがやべえよ、遊ぼう、うるさい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 、わらわらわら、うるさいわ、 WW、 絶対遊びたくないわ、イカ略、イカ略、イカ略、なんか略されんだね、カエデちゃんにそのマシンから、ゆきやさん、リスナーには優しく、怖いわら、こ、お前も怖いけどな、完全に幽霊わら、お前も怖いよ、うん、お前も幽霊だけどな、切な、うん、大概だけどな、お前らも、うん、イカ略、いやいや、うん、イカ略バグは修正しないと、そうだね、そうだね、W、 ここはちょっとお願いできたら、死にかけじゃん、お前だよ死にかけは、呪音みたい、いや君は呪音じゃないけど、うん、バカっぽいけど、やるで、え、全然聞き取れなかったわ、私は私よ、私は大砲よ、この死にかけにして影牢やろうや、おっそ、ああテスト、わらわらわら、マジで打った、のろ、5ハイフン5ハイフン5ハイフン5使いこなしたい、使いこなしてねえね、 あなた人にバカっぽいって言うのやめてよ、いやお前だわ、私以外私じゃないの、うん、うるさいわ、死ねえ死ねえ、わら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 、むかつく、やばい、わらわらわら、むかつくわ、昔のラジカセですか、いや、ほんとそうだね。そんな感じだね。わらわら。わら、あ、2個か。2個でいいんだね。腹立つわ。え？イカ略。略されてるし。イカ略。イエーイ。あ、うるた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 る。イエーイ。ほんとうるさいわ。イエーイ。ほんとうるさい。低い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 、良いも冷めたでしょう、えアルティメットレーザー、早くするのは数字どれくらい、わかんない、親から見たらパソコンと会話してる息子って怖いよね、みんなでイエーイ、怖いね怖いね怖い怖い、イエーイ、あーうるさいうるさいうるさい、イエーイイエーイイエーイ、うるさいうるさいうるさい、とるさい、バレー早くなった、モノ君は好きな声ありますか、全然なってないけどね、早くドマイ、全然早くなってない、イエ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 イ、ドンマイやめて、ほんとにエイエイ、わら、わらわじゃねえよ、プラス団子300、うるせえよ、音声は0ケラに、その他は1ケラ20で指定してください、団子300よかったな、早くなってなかった、わらわらわら、
ドンマイ。イエーイ。さっき早かったんだよ。ドンマイ。おーい。イカ略。早くなるほど。こんにちは。大丈夫かい。むせている。モノモノノドアメ TV のチャンネル登録よろしくね、モアイゾーモノくんのドアメなめて、お前の声やばわら。早くしたければ20です。お前の声が一番やばいわ。モノくん、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ヘッドホンの位置がおかしい。ありがとうございます。やばやは TV。わら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 。ゆきやそろそろ眠いんじゃない、うん、お酒じゃ喉に良くないよ。早くしたければ20です。お前早くなってけど呆れてんじゃないわよ。友達コレクションの声。そうだね、友達コレクションわかる。まだ眠くないよ。眠そうだけどな、お前な。めっちゃ眠そうだけどな。ゆきや、良い声でしょう。まあまあ、朝までいたんやる人だよ。マシマシ。心落ちそう。ゆきや、むかつくわ、めっちゃむかつくわ。ゆきや、ゆきや、ゆきや。マシな声でよかったです。けむかつくわ。やばい。撃たないでよ。うざ。マジでうざ。怖いよ、怖いよ。お前が怖いわ。影を思い出す。お前が怖い。何今のわらわらわら。やばい、わらわらわら。卑猥な声だった。お前の声が一番ひどいけどな。イカ略。あ、略された。イカ略。なんだろう。イカ略。ごめん。音声速度音域、音量の順かも。あ、なるほど。了解。あ、間違えた。間違えた。なんで？いやー、でもまあ俺のパソコンのせいもあると思うけどね。あ、エイデルワラ。あれ。どうしたの？うるせえ。モノくんの部屋でだ。あれ？タグどこだ？タグ、あ、テロップか、これか。これか。コマンド V。これが、あれかな？お腹だけはやめて。この20-5-10。どうかな？でまあまあ、全然良くないけどね。全然自分で作ってわからなくなってしまった。全然良くないけどね。小野くん、お腹だけはやめて。あれ、怖い、怖いよ。私の声は安定しました。気に入りました。いや、全然俺は気に入ってないけどね。
全然気にないよ。楓ちゃんとタニピヨン仲良しかよ、わらわら、うん、あれれ、でも好きだからいい。たまに早口になるのなんでわら。知らねえよバカ野郎。聞いてこの中では私はすごく聞きやすい。まあまあまあそうね、割と聞きやすい。20の5配分1の10。怖いよ怖い。お前が一番怖いわ。わかります。お前も怖いわ。楓ちゃんの怖いわら、うん。いや、みんな怖いけどね。うん、割とみんな怖いよ。このくん、認知し。イカリア君。怖っ。訳されてるし。バカ誰が。怖くないよ。遊ぼうよ。いやいや、君も怖いね。私のこと忘れないでね。忘れようかな。このくん、少しはコメントの向こうに人間がいるのを感じてますか？まだ昭和ね。あなたの子はあなたの子なのよ。怖っ。おほほほ。怖っ。10の5配分5配分。おほほほも怖いし。怖いよ、怖いよ、いえ、怖っ。このくんアイコン多いな。私のお墓の前で泣かないでください。やべえ、えに。おほほほ、すごく良くなかった。全然もうたま、谷さんもやべえからな。谷さんもう訳わかんないからな。もうおほほほ、あー怖い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 、わらわらわら、怖い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 。おほほほ、おほほほ、早い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 。おほほほほ、いやだからお前もまた低いんだってば。おほほほほ、おほほほほ、うん、まあまあこれまだいいよ、まだいいよ。地球さんの声わかりやすい。わかりやすいんだけど、君が一番わかりやすいんだよ。イケボじゃねえよ、見せたら。トリックのナレーションみたいなのいるなら早い。早い。最後のすごく良かった。何が良かったんだよ、わかんねえわ。おほほほほ。全然良くねえわ。寝落ち、もしもし、しんよ。もう、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 もういい。もしもしってなんだよ。イカリア君。おほほほほほほ。私3つくらい声ある。ええ。こうかな。猫さんのおほほほ、すごくお上品。全然上品じゃないわ。戻った。戻ったね。戻った、戻った。カレちゃん戻ったね。もういい加減にしろってね。内原悦子です。知らねえよバカ風邪治ったのかね。急だな、マジで。いい加減く強制終了だ。お前はいつまでたってもやべえな。バロタバラ。トムいないの、トム。知らねえわ。おめでとう。全然めでたくないわ。バラバラバラ、クソ。わら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 。笑ってんじゃねえよ。わらわらわら。笑ってんじゃねえよ、ほんとに。わらわらわら。は？治った治った。治ってねえよ、お前。イカリアク。全然治ってねえよ。イカリアク。かえ。わらわらわら。いやいや、もう、もう、もう、のだめ、のだめ、のだめ。家政婦は見た。わら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 。バカ。早い早い。なんて顔してんだ、モノくんばら。さっき治ってたのに。治ってんねえ。楽しいね。楽しくねえ、バカ、ほんとに。今日じゃないよ、ほんとに。イカリアク。低いんだわ、お前の声は。イカリアク。何を見たんだよ。何見たんだよ。最後まで読んでよー。うっせえ、バカ。いえ、え、え、え。読むか、バカ、ほんとに。うざるだ。めちゃあいつこだ。めっちゃ。早い早い。早すぎんだよマジお前ら。全然何ていうか分かんないわ本当に。雪屋の部屋で何を見たのか、ここで言ってもいいのかしら。え、神聖かまってちゃん。ねねね、怖いわ。使いこなしたい。そうそうだね。スピードについてこい。
お前は早すぎるわ。早すぎる。お前は早すぎる。うん。私、もっといい声がいいな。え、十分いい声よ。十分いい声。十分いい声。お腹すいたよ。うるせえ、バカ。マックでも食え。私もふざけたのがいい。ふざけるな。こんにちは。ふざけるな。ゆきやです。あら、よかった。お腹空いたわね。こんにちは、ゆきやです。わかった。わかってないだろ。ふざけたいよね。ふざけてねえじゃないか。また戻った。戻った？なるほど。全然聞こえない。コルテラさん、全然わかんない。ふざけた。早すぎて。早すぎて、全然わかんない。うん。イカ略、これはの重い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 わ重いわイメージして数字決めた重い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 後っすか笑う笑う、うん、重い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 めちゃくちゃ重い笑う笑う、うん、シンプルなのも良いけどふざけてるのもここの特権って感じそうね重い重い重いわイカ略明けましておめでとううるせえわ、ほんと開けてねえわ、バカそうだなお前だお前が低すぎんだもん、マジで私、ちょっと話し方が早いかしらいやいや、そうでもないよなんで僕がふざけてくれないのいやいや、俺はふざけないゲーム実況してる女の子の歌詞いいわうそくさいわ、うさんくさいわ夜飯何食べよううさんくさいわなんかとても良い声になってしまったわ。チロ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 見ているギュロッとしている。イカ略。はい、略されていいよ。悪魔の目。うるさいわ。明日の男性が何？全然強度よくない。ごきげんよう。聞き取りやすいかしら。私の声が届いてると嬉しいです。うん、届いてる。生姜焼き食べたい。ひろさんわら陰性かまってちゃんあ、いいね、いいね、いいね明日の何々ご馳走するんですかいいじゃん、いいじゃん、いいじゃんいや、わからん、わからんわよイカ略ご馳走はしないよあなこれにするお前の声やべえけどなおはようございますこれにするもやべえけどなうんわらわらわらこれに していいのかわかんないけど俺まともになりたいおはよう。たまにすごい食べたくなるよね。知らねえよバカ野郎って。高えわ。あらじゃねえわ。イカ略。うん。なんか声女になったり男になったりしてる気がする。ああなるほど。ちょっとバカっぽいのあんのかな。片言わら。まともな声がいいですね。うんね。うん。重い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 わあ、強制終了されたかも重いバグあるのか重いわ考えてやったけどこうなるなわらあーなるほどねタコだよ、モノ君結婚しようよあーうるさいわ本当にこんばんは、モノモノゲーム TV です趣味はチャンネル登録よろしくね趣味を言わなかったね今ね趣味をスルーしたね、今ね。いいんす。趣味スルーした。モノモノダンゴムシ TV のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー、音符。趣味スルーしたね。わらわらわら。今ね。わらわらわら。モノ君いつも素敵な配信ありがとうございます。ありがとうございます。おかげで良い休日を送れてます。あ、とんでもない。で。あ、てよ。こんばんは、モノ君。あ、こんばんは。低いな。低いな。趣味は声に出せない。自主規制は言ったあ、ほんと新しいの探したいけど今の気に入ってるから怖いいや、ね、わら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 バグが面白いなバグが面白いけどね面白すぎるわらわらわら、うん、
戻れたかも。いや、戻ってないやな。今日の夕食なんだ。戻ってない。いやいや、うるさいわ、本当に。今日は、チキンステーキです。チキンステーキ。おかえり。いや、ただいま。わら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 。うん、ただいま。戻れたかも。うん、普通の声わかんなくなってきたわら。そうだね。戻れたかも。小野くん、ヘッドホンは、ピーマンでできてます。あ、どうも、ありがとうございます。はい。いさこ、新しいドラムセット欲しいから買って欲しいな、カイドウさんよ。なんだそれ。僕は、やっぱりチキンライスでいいや。はい、それいいわ。いいね。よくねえよ、バカ野郎。全然よくねえよ。お前の声直せ、いい加減に。モノくん。あ、どうぞ。戻れたかも。あ、戻る、あ、いい感じ、いい感じ。うん、いい感じだわ。いい感じ、いい感じ。やだよ。モノくん。低いな。何この声。違う。低いな。わらわらわら。ハロー。今って戻る流れですか。全然ハローじゃねえよ。渋い声わらわら。わらわらわら。どうかしら、モノくん。全然ダメ。全然ダメ。アイコンのせいで余計わら。ミサコさんっぽいよね。全然ぽくないね。面白い、笑い転げる顔。登録多すぎてバグってるかも。戻ったかな。サオリさんの読めなかったもんね、今ね。ペンさんバグった。サオリさんの読めなかったもんね、今ね。僕ドラえもん。うるさいわ。私の声は気に入っています。あ、そうですか。飛ばされた。飛ばされてねえわ。ああ、サオリさん読まないね。なんだろう。俺さんの読まなかったな。なんだろうね。あれ。イカ略。あらま。なんだかんだ戻ったのでオールオッケー。ね、あれれれ。お前低いんだわ。沙織さんブロックされた。してないよ。沙織ちゃんを飛ばさないで。なんでだ。うるせえわ。バンされたか。されてないわ。うかすぎちょう。重いよ。さて、その声見ようかしら。ミサコ的にバンズだ。戻ってきたわら。してないわ。元に戻りたい。戻ってねえよ、バカ。子供の春の BAN まつりテレビのチャンネル登録よろしくね、おい、僕たち。早い早い。顔わらわら。芋虫さん惜しいわら。惜しくねえよ、何でも惜しくねえよ。わらわら。どこで惜しいと思ったんだよ、本当に。イカ略。ミノさん、いい感じ。いや、全然よくねえよ。イカ略。くたばれ、ほんとに。イカ略。バラバラバラ。何もよくないわ。焦って、挽回除したろ。してねえわ。うるせえわ。くたばれなんて言ったらダメ。で、説得力ゼロ。マジで。うん。説得力ゼロだ。まだまだバグだらけだな。まあまあ、いやいやいや、ありがとうございます。テスターさん、もう、ありがたいですよ、本当に。こんなね、バカみたいなリスナー、いっぱいいて。地球さんと同じ声になったかも。知らねえよ、本当に。先生、ありがとうございます。うるせえわ、本当に。うるせえ。テスターさん、無理しないで。先生、ありがとうございます。頭が上がらないですね。わかんないですね。こんなことできるなんて。わかんないですよ。確かに。ありがとうございます。本当にそう思ってんの？楽しませてもらってみんなそう思ってんの？ありがとうございます。本当に。ちゃんと声で出し、示してちゃんと。この大好きテレビのチャンネル登録よろしくね、おい、僕たち。ちゃんと声で示して。本当に楽しかったです。本当に。テスターさん、失礼だよ。本当に。すぎる。全然説得ないもんね。めっちゃ思ってるよ。こんなおバカな私たちのためにありがとうございます。説得力ゼロだもん。示してるよ。お前だよ、バカ、ほんとに。ありがとうございます。うっざ。失礼なのは雪屋だけ。うっざ。全然嬉しいと思わないわ、そんなんでありがとうございます。示してますよ、こんなに可愛い声なのに。お前の声は何なんだ？カツカツだれし、高いし。無理して高い声出してるような感じだよ。ノリ悪いぞ。のど飴ちょうだい。ゲームで買え。
ゆきやくんひどい。あ、直った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 。谷さん、それだよ、それ。ちゃんと、やじゃねえよ。マヌケハニーをあげて。うるせえわ。自分は変えられないからってこんな配信初めて。かつくわ。楽しい時間をありがとうございます。かつくわ、ほんとありがとうございます。なんで負けたんだ今。いじめられた。オリーブオイル飲まなきゃ。そうやって嫉妬してたのか。高すごいな。高いわ。嫉妬したか。確かにユキヤは地声だから変えられないもんね。これは変えらんないよ。それはしょうがないよ。変えらんないわ。そうだ、オリーブオイル飲まなきゃ。勝手に飲め。部屋の外じゃないぞ。いつあたりだぞ。えぇ、イカ略大人になりました。声戻った。負けんな、バカ。ボイチャー使ってもいいですよ。大人になりましたって言うで。かわいそうに。モノくんも声変えていいよ。ムカつくわ。部屋も変えてみよう。変えらんねえわ。イエーイ。高い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 わ。高い高い高いわ。僕ドラえもんです。おお、まあまあ、ぽい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 ね。ぽい、うん、計算ドリルを返してください。返して返して計算ドリルを。長い長いな。雪山も高い声出してみてよ。長いわ。仕方ないな、のび太くんは。うさんくせんだよな。裏声とかいうの出して。出せない出せない。裏声出せない。俺モノくんもいい声だよ。裏声出さないのよ。谷さんわら一番高い声はファイト。はぁ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 。この辺から一回やってみてや。はぁ。この大域まで医療は出せない俺は。はぁはぁ。俺たちの声とあんま変わんないな。変わんないね、うん、音声って何が変わりますか。わかんない。うるさい、うん、ママに怒られるよ。かされてる。はい。はファルテ。うるさい、黙れ。なんか、うるさい。ママに怒られそうですね。怒らんね、うん、あおじさんのあくびで草。速度と音域逆じゃないですか。逆かな。一番低い声はどうですか。あ、うん、悪くない、悪くない。今悪くないよ。今全然悪くないよ。ゼロは女性、一は男性、二は女の子。お、ありがとうございます。逆じゃないか。ああ、そうだったんだね。そうそう、そういうことだね。お、お腹空いてきちゃった。 ありがとうございます。子供もあるんだ。ああ、イエスと。お、いいやいいや。逆じゃないか。なんだ逆じゃないか。もう分からん。デバッグしてくれ、みんな。デバッグ頼む。テスターさんがね。そう、うん、僕も女性になりたいです。いや、私のおばあちゃんの声だ。あなたのおばあちゃんこんな声だ。デバッグ元に戻れってこと。ネバックはあの、あれだよ。ネバックはあの、なんていうの、試験みたいな、もう試験。強制試験。モノくんヤホ。テスト。今してるよ。うん。女性になれたかな。まあ、なったね。うん。ギリギリ。ギリギリなったから。わらわらわら。ギリギリ女性かな。これはどうかな。はい。いや、まあまあ女性だね。ギリギリ。うるせえよ。ギリギリ。いろいろ試してるよ。うるせえよ。どうかな。いいか、略。むかつくわ、ほんとに。うるせえわ。女の子だよ。まあ、女の子に見えなくもないかな。うん。ギリギリかな、これ。おう。お前は女性じゃないな。うん。モノくん、モノくん。おにぎりコロリンチョ。おっぱいリラクゼーション。うっせしね。どうですか。
何がどうですかね、バカ。おにょもにょ。うるせえ。モノくん。お前は完全におっさんだわ。うずい。うん、むずい、ね。モノモノ。うん。私、女性になれました。あ、おめでとうございます。おめでとう。音域がむずい。むずいね。おっさんだよ。おっさんだな。うん。完全におっさんだわ。頭が回らない要因の思いつかない。ありがとうございます。性転換成功しました。おめでとうございます。もうこれでいいや。女の子、女の子。イントネーションおかしいな。文句言うな。お前一番やべえな。どうなる？どうもどうも。どうもどうも。先生、手術ありがとうございました。よかったね。人生楽しめます。よってなった。あ、このままでいいや。うん。こんちは。うん。これに決めた。お前これに決めんのか。イカリアク。あ、いい感じじゃん。おっすいし、めんどくさいな。私も手術ありがとうございました。いやいや、もう怖いわ。わらわらわら。怖い怖い。これでどうだ。うん。早すぎ。もう寝ろ、帰りちゃん。帰りちゃん寝ろ。手術失敗してる人いてわろた。いや、全然いるわ、普通に。え？わら。分かってきたわーいって言わなかったのよ。ほほほほ。ノリで行くが。イエーイ。全然ダメ。わーい。ありました。聞こえ、友達はよ。聞こえねえわ。手術し、失敗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 です。口を鳴らすな。どうも、おじさんです。こ、元に戻っても歌。どんめいどんまい。うるせえな。女になれました。お前元から女だろ。わらわらわら。高いわらわら。おじさん。お腹減っちゃったよ。むかつく。むかつくわ、ほんとに。よかったね。うるせえ。早すぎんだよ、楓。楓、お前の声早すぎんだよ。失敗悲しいよ。渋を自覚系。全然かっこよくない。私、実はアナウンサーを目指しているんです。あら、そう。年寄りいじめるなよ。いや、お前が一番年寄りっぽいやろな。うん。やばいな。三五三から十。あ、あれ？アナウンサーになりたーい。知らんがな。私の声、聞き取りやすいですか？うん、割と割と。おじさん疲れちゃったわ。生体手術を受けました。完全に失敗だよね。どんまい。うん。完全に失敗。越を降臨した。完全に失敗だわ。嬉しいです。アナウンサーになれそうです。あ、そうですね。頑張ってください。ゆきや、いっぱいおごってくれや。かつくわ。このまま感想行こうや。もう疲れたよ。手術成功したい。乾燥しよう。疲れたよ、もう。おじさん。お前らのツッコミに疲れたわ。しない10年5月2日やらしい。やらしい感じするな、なんか。おじさんと麻雀しないっていう発言がなんかもう、やらしい感じするわ。時間稼ぎなせ。いや、もう十分稼ぎなせ。お疲れですか。もう少し頑張りましょうよ。ああ、そうそうね。そうね。おじさんと出かけようよ。怖っ。昨日のモノくんじゃん。怖っ。怖っ。わらわら。怖っ。不審者がいますね。いますいます。わら。やばいよやばいよ。おじさんおごっちゃうよ。やっぱ。モノくん。はぶ、いや、訳されてるし。キャー怖い。怖っ。イカ略。あれ？私男に戻っちゃったみたいです。戻っちゃったって、もともとの性別が知らんけど。うん。
もともとの性別どっちなんだよ。そういえば明日のゲームって決まりました。明日のゲームって明日放送するの俺。決定女です。明日決定設定できない。分かってるよ。50年2月10日しないの？休みでも大丈夫です。おじさん、いい感じの焼き鳥屋さん知ってるんだけど。配信してや。当たり前。当たり前って。やるでしょ。面白すぎて眠れないわら。明日。何やればいいの明日。だろ。何も考えてないよ。配信してください。進撃の門限。進撃前までやる、ね。わからん。イカリア君。何も考えてないよ俺。何でもいいよ。何でもいい？じゃあ決めろ。気球、お前が決めろ。ジャンプする。お前が決めろ。クラッシュ。クラッシュは切っていいから。バンディック。いつもお忙しい中、配信ありがとうございます。ジャンプキング。かげろう。ジャンプキングかな。まあジャンプキングかな。おじさんジャンプしたいんだけど。地球さんに託す。何やる？何やる？ジャンプかな？ジャンプだな、多分な。ジャンプの続きかな。おじさんのジャンプ怖いですね。イカリア君、千里の寄付。全力はやんね。セーブできること分かったしね。分かったからね。おじさんと一緒にジャンプしようよ。ジャンプキングしようか。明日の話？明日ね。ジャンプしたい。いやらしい声。セーブはでかいよね。でかい。おじさん怖いわら。怖いわ。幽霊。おじさん怖い。幽霊にまんな僕。おじさん。おじさんいっぱいいるわ。マジ勘弁だわ。とりあえず、おじさん。僕の僕の顔のアイコンの人は、次回にまでに直してください。疑問符？僕の顔のアイコンとは、あなたもそう。おじさんに出会ったんだわ。どう？私ですか？なんでですか？宿題ですか？不利だぞ。もっと変なのにしよう。モノ君のアイコンなら。ちょっとね。なんで？あんまりよろしくないんで。コンティニューコインバック。お団子260。モノ君に囲まれていたい。は。しくしく。嫌でござるよ。あ、バグ発見した。あ、本当に。よかい。イラストも。ツイッターは直したよ。直した？あ、そう。これツイッターのもので。なんかそうじゃないですよ。あ、どうぞ。じゃあ変えてこようかな。リスナーへの宿題。モノ君がアイコンにしてる人は変えること。もともとモノ兄さんだし。あらもう人いるから。ね、俺もの子に注意されるかな。されないだろ、別に。どうする？修正安にするかい？ええ顔や。本当にそう思ってんのかよ、本当に。絶対バカにしてる、本当に。イカリア君、ツイッターでは普通のアイコンにしています。思ってるぞ。地球さんのアイコン最高。最高じゃないわ。8年間くらいアイコン変えてないから、注意されても変えないけど。私何が良いと思う？あなたはそう思う。してないよ。選び抜かれたスクショなのだ。10年5月10日20。最高。配信の時はキュウリを食べている雪屋にしてきます。今直してもインストールミスりそうだな。私は買えません。ああ、そう、ごめん。みんなのセンスよくかな。インストールミスりそう。本当にごめん。明日。え、買えなくてよいの。モノ君の顔をアイコンで、他のバンドマンの悪口言おうぜ。かおりさんはめちゃめちゃ取りいいでしょ。私何がいいかな。怖いわ、本当に。イカリア君。怖っ。まあね、多分俺のアイコンにするってことは多分、法話がちゃんとあるんだろうからね。
まあいいけど別に。他の雪屋が良かったってこと。酒は飲んでないの。ほんわかがちゃんとあるのか。モノ君イラストにしとこ。あれが本画家や。やっば。これって次回越え直ってる。本画家でモノ君にしたらダメなの。50年10月10日。別にいいけど。酔ってる。これが本画家やで。うるせえわ。これなら良いっていう画像集ください。治っちゃいますね。いやいや、沙織さんそれでいいって別に。ワロンタ。それでいいよ。ああ、もう酔っ払ったわね。寝るわ。次回、この声。よいしょ、寝よ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 。みんなありがとう。男になった。わらわらわら。問題出して。めんどくさ。次の配信までに、モノ君の素敵な写真を探してきます。めんどくさ。わらわらわら。治ってよかった。あれはね、やば時間見てなかった。ちょっとオカマっぽい。あ、だいぶオカマっぽい。夜ご飯なんだった。だいぶオカマっぽいよね。乾燥し。夜ご飯はあのチキンステーキでさえ。あと1時間。あと1時間で。え、まだ2時くらいかと思ってました。眠いわもう。眠い。さすがにしんどいわ。小野くんが寝たときベッドの下にいるからよろしくね。怖い怖い。イカ略。チキステ。チキンステーキ。怖い怖い。後1時間で枠終わる。ほんとだ時間やば。子供のチキンステーキテレビのチャンネル登録よろしくね。もアイオンプたち。ありがとうございます。あと1時間やりましょう。まだ2時だよ。まだ2時じゃねえよ。カゲロクリアしたの。カゲロまだしてない。カーテンの左になんか黒いのない。ないない。時間やば。やばいよ。わらわらわら。お礼言われたのだ。ああ。モノ君の部屋にじいるよね。クラッシュとマリオ開けた。15の15配布。クラッシュとマリオ開けてね。感想を。開けてね。パスファインダーは。なんかもう、いいやつが来た。今来たです。お昼くらいまで寝よう。やべえ、ダメだよ。疲れたのか？疲れて、酔っ払った。パスファインダー候補や。時間確かにやばい。めんどくさいな、ちょっと。何時まで寝るのかな？わかんない。30年5月10日。疲れたのかい？昨日のラでチャンピオンになれた。ああ、よかったね。朝一でママに謝らないとだもんね。よかったね。寝るのめんどくさくなった。とりあえずトイレ行ってきます。トイレ行ってきます。モノ君のツッコミが疲れてきてる。やったー。行ってらっしゃい。行かないでや。行ってら。行ってらっしゃい。反省してアイコン変えました。いてら。カニピョンすごいじゃん。消えた。微笑んでいる顔。いてら。ありがとうございます。コルテドさん。あ。どうですか。あら。ゴキジェットそこにあったのか。15の 15-15 の20。変わらないかなこれで。渋いわら。皆さん素敵な声ですね。私の手術は成功したみたいです。ママの作ったカップ。鉄砲打ちかい。音声は0から2の範囲で選びます。普通になりたい。
性、男性、女の子です。いや、慣れた。おかえりや。おかえり。なんかぐったりしてる。お疲れ。酔っ払ってんだもん。おかえり。おかえりなさい。酔っ払ってんだよ。疲れとる。うるさいわ。おかえり。ただいま。疲れてるいえい。おかえり。お疲れ様。眠いのかい。普通になった。眠いよ。当たり前でしょよ。酔ってるわもう。わら。わらじゃねえよバカ本当に。バグだらけってことがわかりました。イエーイ。イエーイ。おかえり。お疲れちゃん。あらやら酔ってるの。かわいい。じゃああれだ。話しようぜ。最後にちょっと俺のまあなんか俺のなんかくだらない質問に答えてください。質問に答えてください。楽しいよ。みんなにね。みんなあのくだらない質問に答えてください。はい、僕は末っ子です。末っ子。眠くなってきた。末っ子、末っ子。何だい？君たちは、兄弟の、どこの案に当たるか言ってください。兄弟の、あれ、何に当たるか言ってください。くだらないね。くだらないね。くだらないね。ほんとね。あ、長男。長男、長女。長女です。お姉が一人います。おなんでそんなこと聞きたいのだ。なんかそれで性格はわかるから大体。くだらないね。大体わかるから。兄と姉の末っ子。お兄と姉と末っ子。一人っ子の長女です。一人っ子。逆に当てて。一人っ子。長女。そうなんだ。長男だから勝てるってやつだ。一人っ子で。なんだわかる。なんだわかる。うん。分けるんか。兄がいるよ。兄が一人。兄一人いる。長女。なるほどなるほど。一人っ子だよ。兄弟欲しかったです。うん、重いな、なんか。みんな兄弟いるのか。みんな兄弟やめろ。ああ、そうだね。弟が一人いる長女、うん。なるほど。妹がいるよ。でも心は女の子の兄。いやいや、よく末っ子的なのわかるんか。兄弟占いのできるんだな。なんとなくわかる。兄弟欲しかったよ。重いなお前の。本当に欲しそうに聞こえる。うるさいわ。兄弟が欲しかったです。羨ましいです。重い。下に二人いるね。重いわ。当ててみて。重い。コルテドさんはね、長女。コルテドさんは長女っぽい。長女っぽい。一人子は寂しい。寂しい。え、はずれ。いや、本当に性同一性の兄、隠してない。マジ？あ、そうなんだ。母はずれだ。母親が子供作りに食いしん体だったみたいで。なるほど。私を産むので精一杯だったみたいです。じゃあ、真ん中。コルテロさん真ん中。上と下にいる。これどうぞよ。上と下。下ではないと思う、コルテドさんは。私一人っ子と思われる。真ん中。どうだ一人っ子、へぇー。兄弟分けてください。いや、分けねえわ。真ん中。絶対下じゃないと思う、コルテドさんは。複数人の末っ子だよ。え、全然分析できてない。出直してきてくれる。私は一人寂しいです。全然分析してないわ。マジか。あらら、外れたな。外れたわ、全然外れたわ。わらわらわら。出直せんえ。すいません。はい、出直します。はい。わらわらわら。はい。モノ君みたいなお兄ちゃん欲しかったよ。何言ってんだよ。イカ略。私なんだと思った。クソだよ。鬼。モノ君は兄になりたかった。なんだろうな。モノ君が弟だったら嬉しいかも。今回は長女っぽかったけどね。なんか大福さんのことを考えると長女っぽいかなと思って。美佐子さんみたいな姉欲しい。なるほど。兄は
お兄さんお姉さん憧れる。モノクロあんねん。いやいや、全然全然、そんなことないよ。お、当たり。当たり、そうだよね、そうだよね。アニメ好きな兄だったら、兄が買ったものであす。イカリア君の弟だったら嬉しい。イサコさん。なるほどね。カニさんは、うるさい。だってカニさんはね、ブラザーと弟入れてたでしょ。なるほど。兄弟でしょ多分。うちの兄は童貞だよ。一人っ子は両親の愛情が独り占めできるのでわがままです。あ、まあそれよく言うね。よく言う、よく言う。うん。イカリア君。童貞イワラ。猫兄さんはもう完全に長女だよね。うん。完全に長女。言わなくてもバレるんだけど。一人っ子なんで競争心がぜ。あ、なるほどね、なるほどね。お兄ちゃんも姉ちゃん欲しかったな。私もわがままかもしれないです。そうなの？わかる気がする。へー、なんとなくやっぱね、兄弟構成ってあんだよね。あると思うよ。うん、やっぱり下の人ってやっぱ合わせるタイプだからね。楓ちゃんは寝たかな。おやすみ楓ちゃん。わかる。お兄ちゃんお姉ちゃん欲しかった。いとこの中でも一番上。俺の失敗から学ぶことができるからそれよかった。全然絶対俺もないんだよ。全員の覚えたでしょ。なんかもうでも兄弟いると思われ、その声のせいで末っ子だけど甘えるのは苦手です。全然説得力ないわ。いや、コルテルさん末っ子だと思わなかったわ。うるせえわ。これでさ、絶対上かと思ったわ。うん。でも、モノくんが弟とかの子が一人っ子じゃないとかを。イカリア君。あ、そう？イカリア君。俺も一番下よ。めちゃくちゃ一番下よ。下っ端の下っ端。兄弟がいたらどんなに楽しかったのでしょう。いやー、そうでもないよ。うん、言うて。S ちゃんさん、わかりますか？末っ子っぽい。うるせえな。モノ君上っぽいのにね。うるせえな。でも名前のせいか男だと思ってる人もいるっぽい。ですよね。一人っ子は寂しい。そうなの？ほぼ話さない。ほぼ話さない？あれ？あ、そうなの？性別は把握できてない、まだ。ああ。兄弟険悪とかあるな。そうなの？ふむ。ふむ。一人部屋は生まれた時からありました。いいですね。それいい。小学生の頃からおい。うちはみんな仲良くも仲悪くもない。ああ、大人になる。いいじゃない。いいじゃない。いいじゃない。あらあーじゃねえわ。まあこれはね、テッサーさんちょっと申し訳ないけど、なんか修正を入れてくれたら助かりますね。イカリア君。うちは友達みたいな感じだな。おお、いいじゃない。いとことも仲良くない。そんなこと言わないで。そうなの？まあ俺も いとこはすごい発明です。兄弟仲いいの羨ましい。悪かね。イカリア君も言われず消えてくのが逆に面白いけどな。大発明です。面白いね。いとこ10年会ってないや。そんな会ってないんだ。でもまあ俺も兄弟がいたら一緒にご飯を食べたり遊んだりしたかったです。そうね、そうね。わらわら。いとこはテスターさんの声が渋いわら。渋いね。いとこは結婚して今いとことかはあんま思んじてないかも。子供できてたからね。いとこは多分これから先会わない。俺よりいい人生を。イカリア君。イカリア君。いないとこいねえや。ほのぼの兄弟構成テレビのチャンネル登録よろしくね。もういい音符たち。うん、高いな声が。
声が高い、耳がキンキンするわ。知り合いの末っ子はお姉さんにご馳走してもらったり買ってもらったりすると言ってて羨ましかった。あ、そう。人生はこれからやで。はあ、こんないいリスナーがいるからいい人生だよ。あ、そう。地球さん笑。関西弁ちょっと面白いですね。ああ、面白いね。面白い面白い。直してみるわ。渋かったわら。渋いね。以下略。渋いわ。モノ君リスナーの兄弟構成期になっててたの草。いや、なんとなくわかるから。以下略。大福はどんなイメージ？大福さんは末っ子、絶対末っ子。うん。大福さん、そうかな。絶対末っ子だと思う。兄弟構成と血液型は把握。絶対末っ子だと思う。わかりましたか？ブブ。かつく。ええー！長男？長男？血液型は何型が多いのかな？あら、ああ、いろいろ把握されていく。お、血液型占いはあれだけど兄弟構成は全以下略。子供の外れテレビのチャンネル登録よろしくね。モアイ音符たち。え、じゃあ真ん中だ。ブブ。真ん中だ。真ん中か。義勇人だな。じゃあ。真ん中イコール義勇人のイメージだわ。え？どういうこと？どういうこと？大福さんいろいろ配慮してくれるから。だから、ま、真ん中でしょ？真ん中でしょ？芝銀と一緒。真ん中でしょ？真ん中、真ん中。真ん中でしょ？当たらないわら。え？真ん中だよね。正解何？わら。真ん中でしょ？真ん中か、大福さん。イカ略。イカ略。わかんないもんだな。姉弟の弟だよ。あー、なるほど。真ん中だ。少し早くなりたい。全然早くなってない。全然早くなってない。うん。えへ。全然早くなってないよ。わらわら。真ん中。大丈夫か？わらわらわら。遅い。遅いね。どうして？わかんねえ。真ん中？真ん中でしょ？真ん中で合ってるね。いいか、略。早くない。なってません。カニピョンだけコマンド聞いてないぞ、わら。どうした？一回起動し直せ。千葉と同じか。違うでしょ、わら。商品真ん中だもんね。うん。出ませんわら。二人兄弟の長男では。二人兄弟ね。ああ、そういうこと？ああ、そういうこと？以下略。なるほどね。あ、あれ？長男？ああ、そういうことか。ああ、でも、姉がいるんだよね。コマンド遊び。コマンド遊び。姉がいるってことだよね。姉と弟、大福さん。真ん中でしょうよ、そしたら。そしたら真ん中じゃないかしら。いや、真ん中でしょうよ。姉と弟ってことで真ん中じゃん。真ん中だよ。え？そういうことでしょ？違うよ。あ、うん。え？なんでなんで？真ん中でしょ？真ん中って言い方がおかしいんでしょ。なんで大福さんが弟。あ、弟が大福さん。弟が大福さん。なるほど、なるほど。いや、二人兄弟か。二人兄弟。うちと同じでしょう。二人兄弟か。真ん中って三人兄弟とかじゃない？ああ、そういうこと。ああ、失礼して。そういうことか。ああ、そういうこと。重いわ。じゃあ、下じゃんよ。ああ、そういうことか。大福さんブラザー。ええー、じゃあ、末っ子とは言わないけど。自分と同じだね。まあ、一応ね。雪やはおバカさん。うるさいわ。バカにすんな、ほんとに。バカにすんな。二人兄弟か。なるほどね。なるほど、なるほど。全然そんな感じに見えなかったな。
天然さんだね。うるさいわ。ダルクさん分かんなかったね。で、まあ男一人だからね。兄弟多い人はいないのかな。姉。ああ、兄。多い人はいないんじゃない。妹。弟。末っ子。天然ボケ。うるせえわ。小野くんは弟に生まれてよかった。よかったとは思わないけど、別に悪いとも思わないかな。なんか、特にそんな。でもまあ、だから、兄、姉、自然と、やっぱりそういう、あれになるからね。だから姉貴の下っ端よ、俺。姉貴の言うこと全然聞くもん。今日も買い物妹が欲しいとか思わなかった。運転しろって言われて車運転して、おおけおけって言って、そう命令聞く感じ。基本的に姉貴の命令を聞く感じ。妹がおるよ。なるほどなるほど。へえ、年は慣れてるとなおさらだね。なおさらなおさら。あっしーじゃん。あっしー。お姉さんも実家。そう、姉の奴隷。姉の奴隷。そうそう、うちのブラザーはお姉ちゃんがいてくれたから女心がわかるとか言ってた。へえ。手相占いで一人っ子でしょって言われた。あ、そうなんだ。ここクリアしてってお願いされたらクリアしてくれる。まあ、頑張るしかないよね。メガネいたの知らなかった。あ、そう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 。マジかんわら。はい、上がいるといろいろ余裕がある人をイメージ。どうなんだろう、ね、けど兄いる。両親は、うん、わ、省かれた。二世帯住宅かな。違うわ。ああ、違うわ。うん、基本的にだからもう女の子に優しいからモテてたよ。いいですね。違うの。怖いわ。違うのって。なるほどね。シルバニア。うるせえわ、うるせえわ、うるせえバカ野郎。わらわらわら、わらわらわら。女兄弟がいる男性はモテがち。じゃあ結構ワイワイしてるんだね。そうでもないよ別に、うん、あと賑やかでいいね。え、特にないっす。あとはないっす。イカ略特にないっす。小野くん配信のカメラ何使ってるの。全然これあれだ、ロジクールの。マイクラで演奏した動画送ってもいいですか。あ、もちろんありがとうございます。もちろんお使いください。それは実家にたくさんいていいじゃん。聞いてくれれば答えるよ。うちの弟はお手伝いはあんまりしてくれなかったな。血液型みんな言え。わら、谷さんもうできたの。血液型みんな大型ペイっぽいわ。わかるわ。ゲジゲジ。なんだゲジゲジって。もうみんなの血液型知ってるでしょ。わからん。 A 型です。O、O 型だけど当てられない。なんだと思う。猫兄さんは A 血液型は言ったことあるよ。言っ、うん、言ったことある。なんだ、これだかも A だ。 A だった。あーと、これだが O だ。確か。イカ略。猫兄さんは A だ。覚えられてる。わらわらわら。F 型。確か。何度も言ってるから言わない。いつも B 型に間違われます。そうそうそう。O あたり。そうだよね。B だけど嫌いですか？嫌いじゃない、嫌いじゃない。クワガ。クワガタ？B だけど嫌い。なんだ？いいね、ねね、ね。はい。本当に覚えてるか。谷さん O だっけ。あれ、谷さんわかんねえな。谷さん O だった気がするんだけど、どうだったっけな。違ったっけ。ぴょんさんは O が多いね。ぴょんさんは O。 ぴょんさんは O だったはず、確か。で、大工さん A だね。そう。ブブ。あれ？ピョンさん A か。ごめん。いつも B って言わ
ピノピノさん、ピノピノさんは王。ピノピノさんは王。私は？わかるわかるわかる。モノ君と相性良い人たちが多いね。うるさいわ。逆じゃんわら。そうだ、ピョンさん。ピョンさん王で。前ピョンさん間違いなかった。気のせいかな。間違いだっけ？そうっけ？なんか何となくわかるんだよね。イカ略。何となくわかるわ。地球さん A だったか。間違えられたわら。ごめんごめんごめん。地球さん O っぽいイメージだったんだよね。沙織さんは A だよね。そうだ。失礼。ほう。日比さんはどうだったっけな。日比さんも A っぽいけどな。まあ A 型多いよね。はい、A です。タオルさん A だよね。そうだよね。だから何だったかじゃねえよね。ほんとね。さっき王手言ったぞ。あれ、ごめんごめんごめん。A 型以外の血液型いってたよね、わら。どうだっけ。この中に AB 型の方はいらっしゃいますか。あら。たまたま、タミさん AB 型か。イカ略。イカ略。タミさん AB 型か。わらわらわら。ごめんごめん。わらわらわら。リアルだと絶対 B って言われなくて悲しい。B の誇りがあるのに。やっぱ王手絶対言われんわら。B 型がいない。あちゃあちゃあ、あちゃあ、ごめんごめん。早くできちゃうと思ったわ。イカ略。イカ略。早くさんと俺仲いいから、ね。イカ略。AB、AB は俺多分仲良くなれる。イカ略。AB は仲良くなれるよ。イカ略。コメントに AB が大いないじゃん。いないね。メリーさんも B だったような。メリーさん B。そう、メリーさん B なの分かってる。覚えてる。うん。なんか嫌いなんですか？レアだな、やっぱ。怒られたことあるな。B 型 B 嫌いじゃないからね。嫌いじゃないよ。あー、くそ。かまってちゃんはなんだっけ？かまってちゃんは、どこが B 型？いないんだね。の子が B 型で、ミサコが B 型。で、ユウノスケが A 型、俺 A 型。感じかな。そう。ユウノスケと俺が A。ミサコと子が B。B 多いけど世間は少ないのか。少ないのかね。わかんないけど。分かれてるね。分かれてる分かれてる。そう。結局。ゼロいない。王いないんだよね。王入らないな。いや、王入れたいんだよね。A、B、型言われたわら。おー、絶対 A と B なんだな。そうなんだよ。A、B、いいよな。いいのかな、よくないと思うぞ。これをだよ。あんまりよくないぞ。邪魔いな、入ります。あ、谷さん王かとか、王か。天野さんは天野さん AB。入れたいのわらわらわら。なんか仲良しの血液型って偏るから、確かに多少正確に関係あるのかもね。そうなんだよ。逆に O と A、B は言ったらどうなるんだ。あ、素敵。O 入れたいんだよな。入るね。入れるね。O は人の間を器用に振る舞える。そうなんだよ。O 型器用だから。O 型の人。間は入れる人だからね。やったー。ねえ。そうなんだよ。A と B の。その人苦労しそうだな。マジか。そうなんだ。疑問符。大型入れたいんだよね。ユノスケ大型になってくんねえから。今すぐ。キー全部。大福介入させるか。全部入れ替えて。たまにメンバーになるけど、タンバリンでいい。血液型信者。すいませんね。ギターができます。もう、うるさいわ。なってくれないかなって、わら。もう、あんま、あんま、あんま気に、私がつたねっと。気にしてようで気にしてないけどね。トライアングルし。やめろ。
私踊るポンポコリン。意味わかんねえわ。間に入ってもらいたい時だけ入ってもらう。どうぞどうぞ。わらわら。入ってほしいわ。僕照明やります。バイオリン弾こうか。ヤマハに習いに行くね。今から行くのか。木琴でもいいですよ。木琴すげえな。大型はクッション。無意識に自分でクッションになるんだよ。まだやってんの？まだやってる。わらわら。さすがに寝るわ。アコーディオンも弾けますよ。無理じゃねえわ。うるせえわ。わらた。もう寝るわ。寝るわ。いや、でもね、一番相性いいのは A なんだよね、多分ね、俺は。多分ね。やった感想だ。わかんないけど。多分 A。A なの。多分ね。私の大方の友達それでやんだからクッションやめてあげて。違うよ、私だよ。多分 A だと思うね。ほう、うん、A 好きなんか。 A でよかった。 A 好きだよ。 A 好きだよ。恋愛対象は A ですか。恋愛対象は A だ。 A と A。 正直言うと A。 うん、なんか差別するのも悪いけど。ほほん。差別さ、なんか本区別のもやねん。たった今 A になった。私は A 型です。嬉しいです。いいよ、まあ、血液型は関係ないよ。まあ関係ないじゃ関係ないよね。O はいいぞ。 O はいいか。何型でもいいんだけどね。俺大将外なやつ。何型でもいいんですけど。 O もよろしく。何型でもいいんですけど。お茶 X10、 お団子20。でも A と A から生まれた O だよ。 おっぱいがあれば何型でも OK。 ひどいな、それ。ひどすぎるわ。ひどすぎる。血液型より顔でしょ、判断基準。いっちゃういっちゃういっちゃう。コンティニューコインバック。ありがとう。お団子50。最低。そうでしたね。そうでしたね、じゃないわ。そんなことないわ。私の顔は雪屋にそっくりだよ。それはまずいわ。お茶 X10、 俺に顔似てんのやべえ、ダメだ。うん。A よ。俺の顔似てんのはもうアウトだ。コンティニューコインバック。お団子50。不採用。声はだ。俺の顔似てんのは不採用。モノモノ顔が一番 TV のチャンネル登録よろしくね。モアイゾー音符。俺の顔、とりあえず俺の顔見てんな、うるさいよ。やめろ、気持ち悪いわ。お茶、お団子、に。お茶、お団子、に。雪屋の顔に、おっぱいがあると想像してみて。どうなお。やめろ、やめろ。寝るぞ。寝ます、もうね、さざ寝るわ。雪屋は、面食いなんだね。そんなことねえよ。寝るの。寝る。もうちょいだよ、待ってください。寝るよ、もう寝るよ。お疲れ様。眠いよ。また2時に起きんの。動画後で見てみよう。動画ってなんだ。感想しましょうよ。あゆみさん可愛かったじゃない。お疲れ様でした。今日も最高に楽しかった。いや、ちょっと後で見てください。怖いわ。よく5時半までやってたのに。感想目前。なんかある。マイクラの演奏なんかありますか。5時になっちゃった。お疲れ様でした。微笑んでいる顔。いいけど、最後までやってもいいけど。楽しかった。いいけど、可愛い子が好きなのよね。変なことね。寝落ちてたけど、間違い探し。お疲れ様でした。間違い探し。目覚ましテレビのテーマがいいです。そんな曲ねえよ、バロ。いいけど疲れてる。配信外でスプラやってほしいの。ああ、これもしかして伝わってない。わら。何がいいかな。伝わってるよ。感想しなよ、私は寝るね。谷さんのおやすみ。谷さんのあと30分。30分か。どうすっか。あと30分。
よかった。よかった。伝わってるよ。寝るなら寝なよ。いや、もう眠いんだけど、まあ、最後までやれって言うんだったら、頑張ってやりたいなと思う。はあ、寝てていいけどつけといて。思いますけど。声が死んでる。スプラ、スターにしたけどスターが多いのかと、なかなか対戦できない。30分か。お疲れ様でした。じゃあ死んだよ。完走すると達成感が得られます。寝てる。寝ていいよ。新配信。新配信しよう。あたいを地配信したら？かわいい。終わるまで見てっから。スタートキノコどっち？サブンの見たらキノコ二人、スター十四人とかだったわら。死ぬな。寝ていいよ。配信切れるだけだし。累計配信時間が。夜配信しなさそう。いや、頑張れ、頑張れ。だんだん、なんか簡単になったん。やっぱみんなスターでマッチしないわら。寝よう寝よう。布団行きなよ。いいか略してよわら。寝ていいで、マジで。布団。羊が一匹。羊が二匹。いいか略。100時間まで、あっ。ガゲロウで疲れ切ったんだね。そうだね。寝てるじゃん。もう愛が痛い。オフトゥン君に車ろ。き。じゃあ本当に寝ます。ありがとうございました。早く寝てね。時間系の米は晩なのか？ほらオフトゥン待ってるよ。明日お母さんに何か言われるかな。よ。寝なよ。おやすみなさい。横になってあーってしよう。おやすみ、雪や君。明日のジョーかな。もう寝てる。ほんま寝てるね。ほら死んなせ。おやすみなさい。おやすみなさい。夜勤は体に悪いぞ。気絶しないで。モノくんが一体。モノくんが二体。おやすみモノくん。おやすみなさい。眠っちゃいたいよ、むにゃむにゃと。もうおやすみなさいしか言わないよ。マジで終わって心配だよ。座って寝よう。トーテムポールじゃん。雪山だね。歯磨いてくるわ。おやすみ。歯ブラシしてくる。ピモンフ。生きて戻ってきて。いってらっしゃい。いてらっしゃい。歯ブラシ。歯磨きしておいで。早速歯を磨きなさい。眠そう。いってらっしゃい。歯磨き時間まだ。えらい。いえいえいえい。そっちかよ。放置かよ。切ってよかったのにわら。いかりゃく。歯磨きは大事だぞ。雪やえらいのだ。シャナナ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 ニーズニーズ。いてらわら。歯磨き歯磨き。ちゃんとお風呂と歯磨きするのえらいよ。切っていいのよ、わら。でも、時間稼げるから良いかもよ。イエーイエーイ。いかりゃく。まいっか。100時間まで、あとどれくらいだろう。じゅじゅじゅ。100時間突破までまだまだあるよね。あんなところにマグカップ置いてるわら。気になるよね。結構配信できてるし。歯磨き頑張れ。10年10月10日10。
これで声変えられんの？いいか略。シャカシャカシャカ。歯磨きしながら帰ってこないんかい。歯磨きも強くやりそう。音声は0から2まで。一番左は0か1か2です。最初の数字だけ0から2ね。最初の数字は0、1、2から選びます。あとは1から20です。小野くんは思想能楼です。ああ、は、み、た、き、うまかな。わらわら。思想能楼怖い。苦しそうわら。わらやが恥ずかしい。うまかなわら。テロップ通りに調整できるよ。いいか略。わろた。やりすぎた。街道行き屋です。なるほど、ありがとう。血だらけになるよね。小野くんは歯がないです。銃は歯磨きシュシュシュ。あ、うまくいったね。よかった。微笑んでいる顔。モノ君大丈夫かな？あります。モノ君大丈夫か？歯磨き偉いね。お。音がしてる。地層濃度をお帰り。上のはあーあ、下のはあーあー。血出た。のそりのそり。おかえりなさい。おやすみなさい、モノくん。そのまま寝ていいわよ。たまには歯医者行ってね。シュッシュしたなら寝ましょう。ゾンビわらわら。モノか。あとは寝るだけ。ええ。おお、新しい。キャッ。エロ。うわ、巨人だ。歯磨きは焼くね。きた。モノモノソイネティ V のチャンネル登録よろしくね。モアイ像音符。寝れるんだが、窓の外にずっといるからね。ベッド初めて見た。サービス。手興奮した。エロいですね。やばい。換気。隣で寝るとか緊張する。おやすみなさい。初めて見たぞ。おやすみなさい。サービスサービス。就寝配信だ。帽子そう。やばーい。おやすみなさい。ドキドキ。帽子をしてある。わらわら。ちょっと遠くね。遠かったわ。帽子 WWW。マジでいいベッド使ってんな。これはすぐ寝るじゃん。わら、遠いわね。おやすみなす。お布団かわいいな。質かわいい。カーテン。あ、なんでや、遠いんだが。イカ略。イカ略。モノモノ遠距離 TV のチャンネル登録よろしくね。モアイ像音符。カーテンわらわらわら。カーテンわら。電気つけっぱなし。カーテン開きすぎ。添い寝とかじゃなかった。あ、どうなってるこれ。カーテン開いたわよ。電気消せよ。カーテンめくれてるよ。イカ略。イカ略。カーテン越えよ。わらわらわら。電気消さないのかね。カーテン閉めないタイプ。消すの忘れてる。電気消さないのは優しさなのか。壁にある吹きになる。ホラゲーやったから消せな。電気消していいよ。電気消さない。電気消さないのファンサのつもりか。
なるほど。怖くて消せない。聞こえてるの。やさお、ビビリだからね。カーテン閉めろ。どうしても乾燥したいのか。おやすみね。ありがとね。決して寝ないと疲れ取れないぞ。言えない。ありがとうございます。新落ち。椅子が邪魔。カーテン閉めろ。電気消せ。シャンシャンシャン。もうちょい近くに。これでいいかい。うるさいって言ってる。わらわらわら。配信消していいよ。なのにカーテン平気なの強い。椅子が邪魔だよ。いいよ。あんだと。いいか略。小野くん何言ってるか聞こえない。めっちゃ指図するわら。明るいと眠れなくないかい。チョコボーイ山口です。おやすみなさい。それで寝てるか。別を聞こえてるのか。むにゃむにゃ言うてるんか。かわいいです。しん入れんのか。おやすみなさい。おう、キュートだわさ。眠れ眠れ。おやすみさこ。おやすみなさい。おやすみなさい。あの花柄の布団になりたい。すー。えー、今日も寝酒。眠れ眠れ大将。悪くなって眠るんすね。ベージュの吹きになる。はははベージュの布何のために貼ってあるのかな。ベージュめくって、パレオと吸収じゃないっけ。防寒カーテンかな。ベージュが気になる我々。あ、寝ちゃった。棚見たくなってるのかな。ベージュ気になるテレビ。この君が開けた穴があるのかな。カーテンとは違うんだベージュ。声やばすぎ。わら。まだ声に笑えるわら。音聞きながら寝ていたけどまさかと思って見てみたらびっくり。あそこから魔界の入り口があるんだな。イカ略。顔真っ赤やん。スマホいじるなよ。モノモノ秘密のベージュ TV のチャンネル登録よろしくね。モアイ像音符。酔っ払ってる。もう寝なさい。中途半端な。その布なんだっけ。なんか言ってる。それだけ教えて。これどう終わるの。いい感と寝る男。おじさんだよ。モノ君と添い寝したいよ。音吸収させるやつだよね。どこさんみたいに勝手に延長してほしいわ。顔はやっぱ音吸収だった。いい感抱っこして寝たらいいのに。添い寝おじさんが来たよ。ケーブルの接触悪いの。音吸収あそこだけ貼って効果ある。もぞもぞ。モノモノベージュは音吸収 TV のチャンネル登録よろしくね。モアイ像音符。バイバイ。
子供の帽子をしまくりテレビもよろしくね。では音聞きながら再びおやすみなさい。悪夢見ませんように。バイバイ。あの姫怖かった。おやすみなさい。あれ帽子かわら。シャンシャンシャン。おやすみなせ。シャン。似たような色の帽子ばっか買いやがって。こーわらわら。シャンシャン。靴下かと思ったわら。イカ略。買いやがって。ものもの全部同じ帽子 TV の。かわいいですね。あ、ええ。ズーム配信からずっとあのまま。わら。これはかわいい。起きてる。癒されるね。モノモノ負けないぞ DV のチャンネル登録よろ。これが雪屋の寝顔です。寝てしまった。寝言とか聞いてみたいね。あ、ビーアーウォッチングアスリーピングマン。負けた。もう寝たかな。先に寝ちゃった。新落ちとか久々やないか。寝るの早い。疲れてたんだな。当たり前。ねこ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 。ねこ。こねこ。寝言言ってもいいんだよ。俺寝れないよ。どうすればいいんだよ。進化音はなんでこんなに可愛いのでしょうか。途中からすごい疲れてそうだったしね。電気もついてるのに眠れるとは。ゲーム、ホラー、疲れ取れなさそう。私も寝て、よっぽどもらーしんどかった。なんですね。いつもより遅くまで朝寝てたはずなのに、ホラーはやっぱり疲れたのかね。今まだ起きてて全部聞いてたら笑う。これもラゲーか。けど寝たくねえ。ぐっすり眠れてそう。あの敵は怖すぎた。かげろうリクエストとしてすまんな。ママに電話突されるほどうるさくしてたしな。イカ略。真面目、真面目。わしが見てた時は元気に叫んでたのに、再び見たらげっそりしてたわら。まだ眠くない。今も十分怖いわら。モノ君、優しい。げっそり。ママに怒られちゃったからね、わら。今日は私。イカ略。ママに怒られるってどんだけ。ママに。と。あと10分。イカ略。ショー。ママに怒られたから疲れちゃったね。あの花柄。
ママが選んだのかな。自動延長されて欲しかった。感想見たいけど眠い。その後フーフーしながら、だからストレス溜まったのでしょう。かわいいですね。自動延長希望ぬ。ホラゲーはストレス溜まる。帽子じゃなくてブリーフもしてて欲しかった。以下略。小野くん、生きてる？すやすや。あー、終わってしまう。リスナーのために、ユキヤ、お前ってやつはこのままずっと配信してほしかった。カイドウ、朝だぞ。モノくん、おは。ちゃんと口閉じててかわいい。シャナナ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 ナ、ニーズニーズ。ユキヤ、君良いやつだな。延長してくれや。もう、起きる時間だぞ、ユキヤ。これ毎回やってくんないかな。自動延長に設定したら時間稼げるのにな。ユキヤ、朝ごはんよ。ウェイ。ベイ。眠たかったら勝手に寝て延長かければいいのに。疲れてるのに電気つけたまま寝たら疲れ取れないみたいだけど大丈夫かな。そうなんだ。きっとこれは寝てるふり。せめて布団かぶってほしい。コインがでも4時間以上は無理か。でも電気つけっぱなしで目が覚めるとバブリーな気分に浸れるよね。そう、これは寝てるふり。バブリーわら。贅沢した気になるわら。バブリー雪屋ならいっか。バブリーわら。あ、ええ、おや、疑問符。怖い。動いた。うわ、動いた。いないで。以下略。矢印 W。 何回いたのか。エッチ。キャ。雪屋、寝返りした。ビクンビクン。何今の。まだ終わってないぞ、残念でした。彼はうなされています。やっぱ悪夢見てるんか。夢の中も影楼なのかな。わろた。横が安定わら。影楼の夢を見てたかも。これはパラノーマルアクティビティか。きっと来る、きっと来る。以下略。逃げる夢しんどいですね。シャンシャン。テレレレン、テレレレレン。左を下にすると心臓が圧迫されるよ。シャン。
シャン。ええー、そうなんだ。左下にしがちだったわ。まさか顔見せてくれているのかな。シャン。シャン。うつ伏せで寝るのは良くないのか。シャン。優しさ。優しさ。全部優しさになりがち。優しいね、ゆきやくん。ゆきやって優しい子に育ったね。やさお。ガチ寝してる。シャン。シューツ。マジカン。ええ。かわゆがら。え、うそ。そっかぺっぺ。それもまた良きかな。椅子の背もたれが、雪やが、ツインテール風になびいてるみたいに見える。いい夢見ろよ。わら。わらわら。わら。確かに。イカ略。お腹痛え。そんな苦しいわら。イエーイ。もうツインテにしか見えない。ね。終わりが近い。笑って目が冴えた。ラストツインが滑り込んできた。終わっちゃう。やばいツインテだな。終わらないで、ええ。エツオも疲れてきちゃった。待ってくれや。電気代やばそう。おはよう、どういう状態だい？ツインテペロペロ。ネムネムユキヤです。就寝配信ですね。ユキヤ、君はゲームに疲れて寝てしまいました。皆さんもお疲れ様でしたね。ガチ寝した。ああ、あと1分で終わっちゃうけど。チリリリリリリピピピルルルルルル。ホラーゲームで叫びすぎてママに怒られて不正してます。小野くん、怖い顔が来たよ。この枠だけ。お疲れ様でした。皆様お疲れ様でした。皆さんありがとう。お疲れ様です、イエーイ。お疲れ様でした、ピカピカ。おやすみなさい。小野くん、お疲れ様。お疲れ様でした、おやすみなさい。お疲れ様でした。おつ。皆さん、小野くん、おやすみなさい。おやすみなさい。みんな、おやすみなさい。お疲れ様でした。みんな、おやすみなさい、オメガ。眠れない。面白かった。